皆さんこんばんは。クリエイティブクラウド道場です。毎週クリエイティブクラウドにちなんだテーマを取り上げ、解説するアドビの情報番組です。すいません、バタバタと、トラブルがちょっとありまして、ちょっとお待たせしました。20分遅れで今日は、スタートとなっております。はい、ちょっと大丈夫かな、音の塩梅が聞こえてますね。いろんなところから音が聞こえますね。大丈夫ですかね。大丈夫、はい一応今始まったっていうのは色々反応もらってるみたいです。見えてますかね。多分ちょっと今、不安定な状態で番組始めていますが、皆さん聞こえていたらちょっとハッシュタグシシドジョウでね、始まりましたと、始まりましたよとか反応いただけると嬉しいです。ありがとうございます。あれそっちは来てるの、こっち来ないよ、はい、あらそっちは来てるの、こっちは来ないよって言って、ね、この間すごい距離があるんだよ、実は。ソーシャルディスタンスあります。始まったっていう反応が、あ、よかった。聞こえてますか？音とか大丈夫？はい。大崎の夜景を舞台に、始まりました。いやもう4月も終わっちゃいますね。4月終わりですよね。30日。はい。で今日は、はい、クリエイティブレジデンシーの2019年度の、うん、卒業式、今日までなんですよ、レジデンシーの期間1年間が。あ、4月いっぱいでもうおしまいという形。う、逆に言うと新学期が始まる。そうです、2020年度が。なるほど。昨日からちょっと始まってるんですけどね。あ、え、かぶってるんですか。でもね、US の時間で昨日からなので、はい、僕ちょっと時差のことはよく分かんないんで、まあ、でもちょっとね、かぶってはいます一応2019年と2020年のレジデンシー同士が、まあ、ちょっとバーチャルで会うみたいなことは。なるほど。あ、そうか、少しこうクロスする感じ、はい、あ、いいですね。何を発表したのかっていうのを見て、はい、次の年のレジデンシーがスタートっていう感じですね。なるほど。次にこんな節目の今日に、はい、今日は、クリエイティブクラウド道場のスペシャルということで、はい、こんなタイトルで、お届けしたいと思います。じゃーん、クリエイティブクラウド道場クリエイティブレジデンシースペシャル、まさにスペシャル、はい、はい、という形でお送りしていきたいなというふうに思っております。はい、はい、なんだっけ今日どんなお話が聞けるんですか。今日は、うん、そのクリエイティブレジデンシーの1年間の集大成ということで、はい、まあ、今までどんな1年間だったのかっていうのと、うん、あとこれから、まあ、その中でどんなことを学んできたのかと、うん、これからどうしていくのかっていうのを、はい、クリエイティブレジデンシーにそれぞれプレゼンテーションしてもらった後に、はい、後半で、トークをしていきたいと思います。おー、なるほど。ってことはですよ、はい、あのお二方、今ちょっとね、はい、タイトル画像に出てましたけど、ね、はい、じゃあ今日来てらっしゃるってことですか。つながっているぞ、はい、呼んでみましょう。おー、すごいすごい。たくまさん、聞こえてますか。聞こえますか。お、よかった。たくまくん、あれ、たくまくん聞こえてます。あ、聞こえてる、よかったすごいすごいすごい、リモートインですね。ですね、はい。たくまくんはそれやっぱあれだよね、京都のスタジオだよね。あ、そうですそうです。はい。あいこさんはそれどっかのホテルですか。なんかムーディーな感じですけどどこですか。いや、ムーディーにさせてるだけのアトリエです。自分のアトリエです。あ、すごいですね。おしゃれです。今日豪華じゃないですか。あれ、もう一人。あ、はい、実はですねまたリモートイン、ライターの、はい、高橋さん、エディターの高橋さんですね。はい、高橋です。僕も今日、ソーシャルディスタンスを守りながらちょっと参加させてもらいます。はい。誰かというとですね、はいはい、まあ、高橋さん、レジデンシーが始まった去年の時からですね、はい、いろいろ記事を書いていただいたりとか、はい、インタビューをしていただいてたんですよ。はいはいはい。で、まあ、結構何回もやっていただいて、まあ、最後もやっぱりね、一番最初と今でどう変わってきたかっていうところとかを、はい、まあ、話を聞いていただきたいなということで、はい、今日はお呼びしました。はい、どうしました、高橋さん。声が、あ、声がいまいち紹介大丈夫ですいろいろトラブル、はい、はい、高橋さんの紹介スライドもあります、はい、はい、普段は、雑誌だったり、ウェブメディア、あとは企業の温度メディアとかの、ね、企画編集執筆などを行っています、うん、あと個人的に本を出版したりとか。あ、なるほど、はい、そうした活動もしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さんには後半でトピックトークでいろいろ聞いていただきたいなと思っています。いや、豪華です。はい、じゃあ今日は賑やかにお送りしていきたいなというふうに思うんですが、はい、今日もプレゼントが、はい、はい、
じゃあちょっとこちらのスライド、はい、今日はですねクリエイティブレジデンシースペシャルっていうことで、それにちなんだ、クリエイティブレジデンシーの T シャツと、うん、今着てるんですけどね、アドビのフーディー、あ、マックスのフーディーですね。これはどっかで売ってるんだ。これ非売品です。あら、 T シャツは本当にないです。本当限りしかなくて。そう、あの、フーディーは、僕、フーディーは去年マックスでいただいたんですけど、皆さんね、マックス着た方には配られるフーディーですけれども、T シャツは初めて見ました。これね、実は両方とも愛子さんのイラストなんですよね。あら、素晴らしい愛子さん2つともね、2つともレア、レアですね。去年あのフーディーなんか1万人ぐらいが来て歩いてましたね。そうですよ、はい、ラオウさんがずっと来てますよねそう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 、ラオウさんね、今日もこれね T シャツとフーディー着てるんですよ、ね、あ、着てるんじゃないですか。はい、はい、着てます、はい、でこのプレゼントですけれども、はい、今日の番組で感想だったりとか、うん、あとレジデントへの質問だったりコメントっていうのを、はい、ハッシュタグ CC 道場と、うん、アドビレジデンシー、この2つをつけてツイッターで投稿してください。今日は2つ、ハッシュタグが必要です、はい、ちょっとね、CC 道場アドビレジデンシーってアドビレジデンシー、はい、これ綴り間違ったらダメですか。そうですね、ダメ、もう一回ちょっとそれツイートしてください皆さん正確に、あの A と R は大文字ですか。あ、これ両方とも小文字でも大丈夫です、はい、それは大丈夫、分かりやすいよ、はい、一応ね、あの、はい、これ全角で打ったら大丈夫ですか。いや、半角ではないスペースを開けないでくださいね、アドビレジデンシーは開けないで。いや、そう、あのね、あの、何かもらえるかもしれないときは気合い入れてね、はい、その辺のチャンスをですね。いや、本当にね、クリエイターにいろいろ直接質問聞けるチャンスなので、はい、ぜひね、あの、愛子さん、たくまさんに、あの、はい、聞いてみたい方直接答えてくれると思うので、はい、ぜひハッシュタグつけて質問してくださいね。あ、もうな、なんかツイッターかっこいい。今日皆さんこれ以降はですね、ハッシュタグ CC 道場だけではなくて、ハッシュタグアドビレジデンシーもつけてくださいね。はい、わかりました。了解。で、番組の、はい、最後にですね、はい、このツイートから抽選で、うん、T シャツとフーディープレゼントしたいと思いますので、最後まで、はい、見てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ですね、本題に入っていく前に今一度このクリエイティブレジデンシーについて、ね、説明した方がいいですね。説明していただけますでしょうか。はい、はい、じゃあ、説明のビデオをまず見てもらいましょうかね。はい、はい、じゃあ映像お願いします。The Adobe Creative Residency is a year-long creative incubator designed to help talented individuals launch as professionals in the arts. Adobe provides training, mentorship, and financial support to help these up-and-coming creative leaders build their dream portfolios and artistic brands for their careers. Now, in its fifth year, the Creative Residency Program is open to artists in the United States, Canada, Germany, the United Kingdom, and this year we have added 2 residents in Japan.はい、はい、うん、そうですね、まあ、簡単にですけども1年間、まあ、クリエイターのキャリアを支援するというプログラムになっているんですけども、これは日本だけじゃなくてグローバルのプログラムでですねやっているものになります、はい、でモットーとしてやっているのがクリエイト、シェア、アクティベイト、エンパワーというこの4文字がキーワードなんですけども、はい、作るっていうことに情熱を傾けて自分たちの経験をみんなにシェア共有して仲間やコミュニティを活性化アクティベートさせて、まあ、知識とかそういうもので、まあ、エンパワー力を与えて自分たちの望むキャリアを描いていくというようなことなんですけれども、うん、エンパワーっていうのがちょっと知らなかったですけどね、はい、力を与えていくっていう、はい、はい、で、まあ、私の所属するグローバルのアドビのクリティックラウンドのコミュニティチームが、やっているプログラムになります、うん、で、まあ、中尾さんとかエヴァンジェリストじゃないですか、はい、エヴァンジェリストはツールを使うのをいろいろ広めていくけども、まあ、伝道、はい、でレジデンシーはクリエイティビティを人に伝道していくような形のツールに対して、まあ、クリエイティビティをみんなにシェアしていくっていうような、はい、伝道師なんですね、まあ、エヴァンジェリストみたいな位置づけなんですよね、はいはいはい、で、まあ、2015年からこれスタートしたんですけれども、うん、もう5年経つんですよね、はい、で最初はアメリカで2名だったんですけれども、はい、2019年度なんとこちらの9名あ増えましたね、増えてですね、はい、まあ、アメリカからスタートしたんですけども、うん、今は、ドイツ、イギリス、そして去年から日本も仲間入りをして、なるほどですね、1700人ぐらい
の応募の中からこの9名選ばれてるんです、うん、本当ですか、1700ですか、はい、去年がそうなんですよ。アイポさんとたくまくんってすごいんですね。そうです、このな、ね、みんなで9人で一緒に日本人、ね、初のプログラム、はい、でまあみんなそれぞれ、写真家だったりとか、はい、あとはまあビデオグラファーもいたりとか、まあ、YouTuber もですね、はい、タイラーとかっていうのは、まあ、あとイラストレーターだったりとかエクスペリエンシャルデザイナーとかたくまくんみたいなインタラクションデザイナーとか、うん、いろんなジャンルのクリエイティブやる人たちが、はい、あの集まっているような感じですね。カテゴリーとしてはもう本当全多いですね、うんうん、はい、うん、ではこの中、まあ、早速ですね、その日本人初のクリエイティブレジデンシーの愛子さんに、うん、はい、まあ、早速ですねプレゼンテーションしていただきたいと思うんですけども、はい、これまで1年間やってきた、うん、はい、どういうことをやってきたかっていうのと、うん、これからどうしていくのかっていうところをプレゼンしていただきたいと思います。愛子さんのプロフィールの画像を出してもらえますか。はい、いただけますかね、スライド、はい、あ、違うな、こっちですねこっちじゃない、こちらのやつですね、はい、うん、まあ、愛子さんは、ね、うん、ブリッジウォーター州州立大の、芸術学部のグラフィックデザインを卒業していて、はい、まあ、グラフィックデザイナーとアートディレクターっていうのを経て2014年からフリーランスのイラストレーターとして活動しています。もともとファッションとかコスメの業界とかのそういうイラストとかビジュアルっていうのを手掛けてたんですけれども、うん、今は結構 iPad を主流にしてアナログとかデジタルとかを融合させて、クリエイティブをやっているということなんです、はい、でレジデント期間はですねイラストの可能性を広げるっていうことをテーマにアーティスト性を磨いてきたというところで、うん、早速愛子さん、はい、お呼びしましょう。準備はいいですか。準備大丈夫ですか。はい、OK です。はい、ドキドキするな、はい、じゃあ愛子さん早速プレゼンテーションお願いしたいと思います。お願いします。皆さんあのプレゼンテーション聞きながらも質問とか受け付けてるのでぜひ、はい、はい、どしどししてくださいね、うん、はい、あれですかね、もうシェアされてる感じですか。見てましたよ、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。イラストレーターでミクストメディアアーティスト、そしてアドビクリエイティブレジデントの福田愛子と申します。今日はレジデンシー最終日ということで、ここで1年 の, あの取り組みを発表する機会をいただきました。今日は皆さんよろしくお願いします。では早速なんですけど、イラストレーターのキャリアとしては、あのりょうたさんがあのちょっと説明してくださった通りで、今年で7年目になるんですけど、レジデントになる前はファッションビューティー系の雑誌で広告の、イラストというかお仕事をさせていただいてまして、でちょうど3年前のアドビのイベントで世界のイラストレーター23人を集めてモバイルアプリだけでポスターを作るというワークショップがニューヨークであって、招かれていったんですけど、その時に海外イラストレーターと自分との違いを目の当たりにして、自分の作家性について、考える岐路にぶち当たっていた時にレジデンシーを見つけて応募するに至りました。で、レジデンシーではポシビリティーズ・オブ・イラストレーションズというプロジェクト名でイラスト表現の可能性を1年探りました。で、どんなものかというと、フラワー・ホリデー・デイドリーミングというテーマをもとに3ヶ月のスパンでアートワークを制作し、でそれを用いてどんな媒体に変容できるか、もしくは AR などのテクノロジーと自分のイラストを掛け合わせることでどんな表現が生まれるのかというものです。で、この1年を通して作品だけじゃなくて内面的な、自分のマインドセットの部分も大いに成長できたなと思ってて、今日は、4つのキーワードに沿って皆さんにシェアできたらと思います。ではまず、Goodbye to my shyness ということで、シャイな自分にさようならということなんですけど、海外で活躍するには自分の作品を自分の言葉で語る力が、必要ということで、レジデンシーを通じてたくさんのスピーキングオプチュニティをいただきました。で、そうですね、パブリックスピーキングで5回トークさせてもらったり、あとは、ドローイングのデモンストレーションを、あの、トゥデイアとアップルとかで、イベントでやらせてもらったりとかですね、してました。で、去年のアドビマックスジャパンでは、あの、200人を前にして、トークさせてもらったりとかして、結構ガタガタ震えてたんですけど、すごいいい経験でした。で、あとは、インタビューも、通算15媒体、お話しさせて
もらいまして、自分の作品とかキャリアビジョンの部分、あとは制作方法の共有など、意識的に今まで言語化できてなかった部分を、だんだん、こういう経験を通じてできるようになっていって、その言葉で伝える力というのが養えた一年だったと思ってます。で、あとは東京イラストレーターズソサエティ監修で著作権ブログというものをアドビブログでコラボさせてもらいまして、そこでもイラストレーターとして知っておくべき知識を勉強できて、すごいありがたい経験でした。で、あ、ごめんなさい。で、で、次の大きな成長は自分の作品が実験的になっていったということです。自分の作品って今まで見られることが多くて、人間が自分のイラストの中に入ったり、何かその人々の生活の一部になれたらいいなっていうのはずっと思ってて、で、最初に作ったのが、壁紙でした。で、同じコンセプトで、今度はパブリックの場で AR を使って自分のイラストを見せたインスタレーション的なことをしたくて、今映ってる、動いてるものが、これはゲリラ的に、サンフランシスコにあるスケート場に行って、そこら辺にいたイケメンスケーターにお花を持ってもらいました。で、あとはですね、これですね。これも、AR 作品なんですけど、これはサンフランシスコのアドビ本社のエントランスで突然、バーチャルガーデンを出現させて、自分も中に入ってしまったという作品です。はい。で、あとは同じコンセプトで、クリエイティブレジデントのみんなが住むお部屋空間に見立てて、イラストで描かれたレジデンシーブースというものを、去年のアドビマックスロサンゼルスで、出現させました。で、これはコンセプト決めから入ったプロジェクトで、サンフランシスコのチームと遠隔で、3ヶ月毎週ミーティングを重ねて制作したレジデンシーの中でかなり思い入れのある作品です。日本のアドビマックスでは、たくまさんとのコラボレーションで AR 体験ができるようなブースにできたことも自分の中では、かなり思い出深い体験でした。で、あとは、今回プレゼントになっている、アドビマックスフーディーの、やつなんですけど、これのですね、その公式アドビフーディーデザイナーに、抜擢されまして、それだけでも嬉しかったんですけれども、中尾さんが言った通り、1万5000人以上の来場者が、去年いらっしゃったということなんですけど、その皆さん全員に配られたというかなりスケール感あるお仕事でした。で、今年のアドビのスローガンであるクリエイティビティフォーオールをテーマにこれはデザインさせていただきました。で、あとは、こんな感じですね。はい。これは皆さんが、来てくださってた様子を撮らせてもらったものです。で、あとは、先ほど言ったホリデーシリーズっていうのもあったと思うんですけど、今年の Adobe Japan の年賀状キービジュアルを担当させてもらった作品です。当初の、年賀状ビジュアルということで作ったんですけど、公表につき Adobe Creative Cloud のトップ画面に、なることができまして、ずっと、起動時に流れるスプラッシュ画面のビジュアルを見て、私は、最初グラフィックデザイナーになりたいなと思って、クリエイターになることを志した身なので、すごい違う形で長年の願いが叶って、すごい嬉しい瞬間でした。で、あとは別軸で、ビジネス設計やキャリアビジョンを強化できたことも、このレジデンシーでの大きな成長と思ってます。で、メンター制度というのがあるんですけれども、主にその自分が憧れてたり、自分が、今後なっていきたい、クリエイターに、コンタクトを取って、メンターになってもらって、その方たちから直々に自分の必要としてるアドバイスをもらうっていうやつなんですけど、私のメンターはニューヨークタイムズなどの表紙を描かれている、IC4 デザインの上垣博文さんと、世界的に有名なレタリングアーティスト、ドイツのベルディを拠点にされている、マルティーナ・フロアという、女性アーティストになってもらいました。で、ヒロさんとマルティーナには、海外で通用するポートフォリオの作り方、
あとはイラスト業を今後エクスパンドさせて、スタジオ化するための経営戦略を教えてもらいました。日本から見る視点と海外からの視点というのは、アドバイスがいい意味で違って、すごい有意義な時間だったと思ってます。で、最後の成長は、イラストレーターからの脱却で、今後自分がミクストメディアアーティストになっていく、その変容していく、過程の部分についてお話ししたいと思います。で、これはデイドリーミングシリーズなんですけど、まあ、今まで描いてきたものって現実世界にあるものを見て、描く、そのすでにある風景を自分の、描写方法で描くっていうことしかやってなくって、その自分の中で思い描いた作品っていうのをメモ帳にずっと、書いてたんですけど、それを実際に作品として発表したことが今までなかったなと思ってて、でそれを今回最後のレジデンシーテーマで、制作したものになります。でこれはシャドープレイっていう作品で、まあ影遊び、がテーマになった作品です。であとはそうですね、まあ、これもデイドリーミングシリーズなんですけど、デイドリーミングシリーズのイラストと、あとそこからペーパーカットといって、ちょっとあのイラストを切ったり貼ったりして、ちょっとミクストメディア的な、実験的な作品をこれは作っていきました。で、左にあるのは、Adobe Fresco で描いたカリグラフィー、自分の手書き文字を、プリントして、実際にカットしていってレイアウトした作品です。で、右にあるのが、巨大な女性を、モチーフとしてるんですけど、このバタフライの部分は実際に、ちょっと透明感のある、なんていうんですかね、あの紙に印刷をして、でそれを一つ一つカットして、それを、写真に、撮り、フォトショップで合成したっていう結構実験的な作品です。であとは長年というか、まあこのレジデンシーが始まる前から作りたかった AR ビジネスカード、自分の AR での名刺っていうのも、ここで初めて実現できて、あとは何気に自負アニメーションって私自分のイラストでやったことがなくって、その AR とかでも今後自分の、イラストを動かせたりとかしていきたいので、そういった意味で、この自負アニメを作りました。 で最後に、What's next ってことで、今後レジデンシー卒業して自分がどうなっていくかっていうところを皆さんに最後にお話しして、私のプレゼンを終わりたいと思います。で、アップカミングというか、近況で控えているものとしては、Adobe Fresco という、ドローイングアプリがあるんですけれども、それの What's New という、新しい機能を説明する、ちょっとしたチュートリアル動画というのが、ポップアップで表示されるんですけれども、それのキービジュアルを今回やらせていただきました。で、あとはですね、ちょうど、明日から始まる、グローバルキャンペーンを、やらせていただいているんですけど、これはパントーンと、あと、アドビドローイングチームという、まあ、ソーシャルアカウントがあるんですけれども、アドビのソーシャルアカウントがあるんですけど、それと、私のトリプルコラボレーションで、キャンペーンを、やります。で、マーメイっていう、テーマなんですけれども、アドビドローイングソーシャルアカウントでは、毎月テーマを決めて、クリエイターにそのテーマに沿ってアートワークを作成してもらって、アドビドローイングのそのアカウント上で、クリエイターをフィーチャーするという企画をやってるんですけれども、そのキャンペーンを、私がパントーンのカラーパレットで作った、色味表というのをですね、皆さんにお配りするので、それに合わせて皆さんにマーメイのテーマで描いてもらうというものです。で、この中でイラストレーターの方はどれくらいの方が見てるか、ちょっとわからないんですけど、結構その海外で、ご活躍されたいと思っている方には、アドビドローイングのそのフィーチャーされることによって結構間口が広がると思うので、もしよければぜひ参加してみてください。
で、あと、まあ、自分のキャリア的な話をすると、まあ、このレジデンシーを通して、自分のポートフォリオのブラッシュアップができたと思ってます。なので、これをもとに、これから海外のエージェンシー探しをしたいと思ってます。で、あとは、その、最後にやったデイドリーミング、その自分の頭で思い描いた作品を、今後も作り続けていきたいということと、あとデイドリーミングなんだけれど、それをミックストメディアでいろんなものと組み合わせてアートワークを作っていきたいっていうのが、自分の今後のキャリアビジョンとしてあります。あとは、ちょっとなくなっちゃったんですけど、コロナにもしなってなかったら、というかこのコロナの現象が起きてなかったらですね、私はレジデンシーの後ニューヨークに移住する予定だったんですけど、ちょっとそれがなくなってしまったのでどうしようかなっていう感じです。でも、コロナのおかげで、その、どこにいても、どんな人とでもつながれるっていうことも分かったので、今はそんなに拠点とかどこにしようかなっていうのは縛られずに、日本で頑張っていこうと思ってます。はい。では、私の、プレゼンテーションは以上になります。今までの制作したものとか、あと今後やっていくものとかに関しては、私のインスタで主に、発表しているので、もしよければフォローお願いします。ありがとうございました。いやー素晴らしい。素晴らしいですね。本当にいろんなことをやってきた1年でしたよね。本当大活躍ですね。うんうん、アメリカのマネージャーにはPR ガールって言われてましたよ。PR ガール。いろんなところに雑誌とかインタビュー出たりとか、うんうん、パブリッシュがいろいろ出てるなっていうところで。うん、そう呼ばれてましたね。アドビージャパンだけでもね、結構 なんでしょうね、こういう言い方が正しいのか分かんないけど、使わせていただいたというか、デモンストレーションにすごいね、出ていただいて、うん、レスコのチュートリアルとかもね、はい、うん、僕的にはね、活動の中に CC 道場って入れていただけたのが非常にありがたかったですけどね。いやもう、もう夢でしたので。いやこれで2回目ってことですよね。そうですね。しかも第1回目もデモンストする予定が結構私のトークで終わっちゃって、罪悪感感じたところでまたトークなのですいません。いやトーク聞きたい人もいっぱいいると思うんでね。ツイッターでもそういう、うん、ね、質問結構来てて、非常に非常に最初の質問でバーって来たのがやっぱり英語なんですねっていう。どれが英語なんだろう。なんかね、やっぱり日本のクリエイターさんたちね、やっぱこう英語、うん、レジデンシープログラム英語でっていうね、うん、コミュニケーションっていうところが、トレーニングとかは結構英語が多いんですよね、うん、ありましたけども、うんね、サンフランシスコにみんなで集まってトレーニングしたりとか、うんうんうん、そこら辺の、ね、でも何やってたかっていうところもね、うん、後半の方でもトピックトークあるんで、うん、そこでも詳しく聞いていきたいなと思います。そうですね、はい、はい、レジデンシーになってから、なんだろう、広がった特に僕これ CC 道場なんで、ツールっていう部分では、うん、まあレジデンシーになる前からずっと iPad でスケッチ使ってくれてて交流があったんですけども、うん、なんかこう広がりましたか、まあ、新しいツールも出てきたっていうのもあると思いますけど、うん、めっちゃめちゃ広がってて、うん、どうしようって感じくらい広げちゃったんですけど、まず、まあ、その AR の部分で、うんうん、Adobe AR はもう日常使いしてるのと、うんうん、あとはそのプロセスシェアで自分の、制作過程をシェアするビデオとか結構作るのに、うんうん、プレミアは敷居が高くて手出せなかったんですけど、うん、Adobe Rush で結構作ってましたね。うん、で、あとは、その AR で、Adobe Air で、最初は 2D の自分の単なるイラストを上げてたんですけど、だんだんやっぱり立体化させたくなってきちゃって、イラストを。で、それで、最近は Adobe Dimension も手出してます。いろいろツール増えてますね。使いまくりですね。本当に、なんかパソコンがどうにかなっちゃうくらい使ってますね。うんうん、
アナログでね絵を描かれる方でこんだけちょっと窓口というか間口を、うん、デジタルツールいっぱい使ってますね、開くことにこう抵抗のない人ってあんまりいないかなと思うんですけど適応力がすごいですね本当貪欲にね、そうなんかやっぱりそこも、ね、レジデンシーのいいところだなと思って、ちょうどそうですねフレスコもエアロも、うん、あの世に出る前にちょうどねちょうど逆に世に出すのをすごく手伝ってもらったっていうのもありますね、いろいろ手伝ってもらって、はいね、フィードバックもらったりとかしてたんで、そういう意味でもすごいいいタイミングだったなっていう感じですよね、いやちょっとお父さんとしては感無量というかそうです、ね、ずっと見てきましたね。そうですね。レジデンシーになる前からのね、もう何年の付き合いになるか。本当に、もうむしろその私が作家性について問うきっかけになったそのメイキットモバイルも、あとそのレジデンシーが、私がそのアプライしようと思ったきっかけになったのも、中尾さんの実は Facebook のあのポストを見て、すごい実はアプライしたんですよ私。中尾さんの情報を見て、まあ、いやまあポストしただけですから。いやそれが届いたっていう、ね。そのプログラム用意したわけではないですから。はい。なので、あの中尾さんのことフォローすると絶対にいいことありますよ皆さんとか言って。皆さん愛子さんもフォローしつつ中尾さんもフォローしてもらって、指導情報を見てもらうというところですね。はい。本当にありがとうございます。うん。この後もねもっとたくさん話を伺いますので。はい。じゃあ次は、たくまさんのプレゼンテーションに移るんですけども、その前に、まあ、一旦 CM を挟みたいと思います。はい。愛子さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。So many things can happen in a year, what you're not thinking about when you start. And that's really awesome. So believe in your creativity. 聞こえてます？The amazing thing about the great day is it's never been more possible to create a living around something you're passionate about. And that's why the Adobe Accelerator was founded. The residency is a creative career accelerator that gives up-and-coming artists a year to build their dream portfolios and set themselves up for successful careers doing what they love.So through the Adobe Creative Residency, I have gained a confidence that I will take forward in my career. And it's really showed me that I, as an individual creative, can focus on my passion. Kind of cultivating an online creative community has been really important to me. And this is definitely something that the residency has enabled me to do both on and offline. And I've really kind of relished the opportunity to talk about my mental health and my illustration.I find really fulfilling and it really feels like something positive I'm doing. はい、はい、CM 開けましたけども、はい、なんか川西さん出てましたね。ちょっと出てましたね。あれアドビマックスなんですか？違う違う。でもあのビデオはレジデンシーの平良っていう子が作ってくれたビデオなんです、ね。あ、なるほど。はい。はい、じゃあでこうね周りをずっと撮ってマックスの時に撮影してましたね。はい、はい、さあ引き続きまして、はい、クリエイティブレジデンシースペシャルとして、うん、今度はですね中田拓磨くんに、はい、プレゼンしたい、紹介のねスライドがまずあります、はい、スライド出していただけますか。はい、インタラクションデザイナーとして、まあ、京都造形大学のアートプロデュース学科卒業して、今京都を拠点にフリーランスのインタラクションデザイナーや映像演出家として活動しています。デジタルの表現を中心に人が関わることで生成されるビジュアルの作成だったりとか、大型の体験型のインスタレーションの作成などを行っていて、新しい表現を生み出す仕組み作りだったりとか、プロトタイプの制作でアーティストのコラボレーションとかを通じて新たな表現を生み出すことを得意としています。でレジデント期間中はですね、ステップインダスクリーンというのをテーマに、インスタレーションの制作だったりとかビジュアルを生成するインタラクションの開発に力を入れてくれました。ではたくまくん登場していただきましょう。はい、はい、イエーイ、よろしくお願いします。あれテンション下がってませんか？大丈夫ですか？いやいや、さっきのあの空気はちょっと出にくくなる、あの変化球としてはすごく出にくい状況が作られてたのでいやいや、それにも負けないぐらい、あの愛子さんにはできないまた違うクリエイティブをやってる、全くね、もう全く180度違うんですよね。すごいコンビですよ。
今のプロフィールね紹介していった時に出てたビジュアルもかっこよかったですね。これもね今年やってくれた大型の本当大型のインスタレーションの制作なんですよね、はい、うん、ザ・バウンダリーという。そう、その辺の話を亮太さんが今しちゃうと俺も紹介するものなくなっちゃうんで。いやいや、もっとそのね中身だったりとかね、これねプレゼンもまたかっこいいんですよ。そうなんかっこいいんですよ、はい、映像がいっぱいあってね、うん、でも上げ上げて早速おいおいおい早速、はい、そうですね、で早速行ってみましょうか。たくまさんの、発表中も皆さんから の、うん、あのツイートで質問だったりとかっていうものを ね、はい、ぜひぜひツイートしていただければと思います。はい、ではたくまさんプレゼンテーションよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。紹介いただきました、中田拓磨と申します。まあかなりさっきの紹介で言っていただいたんですけども、普段は京都を拠点に、まあ、インタラクティブな作品っていうのを作っています。で、まあ今年まあ愛子さんはかなりいろんなことをやっていて、まあ、自分はもうインスタレーション設計なんでもうちょっと、数は少ないんですけども、まあ、レジデンシーでどういうことをしたかって話を今日はしたいなと思ってるんですけども、その前に、レジデンシー以前まで一体何をしてたのかっていうことを軽く話してみたいと思います。レジデンシー以前は結構その、まあ、テクニカルとしてもともとメディアアートっていうのに憧れて、まあ、オランダに2年間ほど留学してたんですけども、まあ、その後日本に帰ってきてテクニカルとしてライブセットとかファッションショーとかディテールとかブランドとかそういうまあクライアントが、インスタレーションを作りたいとかプロジェクションマッピングしたいみたいな時に、そのシステムを作ったり、じゃあどういう設計で、作ったらいいのかってことをディレクションしたりなどしていました。で、まあ、幸い、まあ、プロジェクションマッピングとか VR とかテクニカルなものがものすごい流行ってた時期だったのでいろんな相談はあったんですけども、一方でなんかそのなんだろう、こう技術者としてせっかくアーティストを目指してオランダに入学したのに技術者で終わってしまうんじゃないかっていう危惧はこの3年間で結構生まれたりだとか、まあ、周りにすごいものが作れる本当に自立してものを作ってる人がたくさんいる中で自分ももっとこう作品を作れるような存在になりたいなというふうにいろいろ考えてたところ、Adobe Creative Residency を知り応募に至りました。で、このレジデンシー中は3つのゴールを自分にか、自分で掲げていて、その1つがまあ今話した、まあ、ただの技術者からアーティストのような存在になるということ。で、2つ目がデザインスキルを磨くということ。で、3つ目が、その自分のポートフォリオっていうのをもっといろんな人に見てもらえるような状態にするっていうのを3つのゴールを掲げて活動していました。まあ、実際にこれらのゴールが達成されたのかどうかも含めてちょっと話していきたいなというふうに思います。はい、でこれ亮太さんも先ほど紹介していただいたんですけども、ステップイントゥダスクリーンと題して、お客さんが、まるで映像の中にいるかのような体験を生み出すインタラクティブな作品っていうのを、プロジェクトとして掲げてレジデンシーをスタートしました。で、まあ、幸いにも、本当に皆さんアドビの皆さんだったりいろんな人たちの、力添えもあり、大きく3つのインスタレーションを、デザインさせていただくことができました。で、1つ目がこの The Boundary って、タイトルをつけた Adobe Max Bash 本場、ロサンゼルスで行われた Adobe Max の Bash っていう2日目の夜に行われた、ナイトパーティーで40メートルのテントに、プロジェクションをするようなインスタレーションを作らせていただきました。でこれも、アメリっていう、フォトアーティストがまた別にドイツの子がいるんですけども、その子と一緒にコラボレーションしてその子はステージをデザインしてくれて、でそこにお客さんが緑のジャケットと緑のハットをかぶって、乗るとセンサーが彼らの体を認識してそれをそのシルエットそのままに、スタイライゼーションというか、キャラクターに変換して、テントにプロジェクション、そのキャラクターをプロジェクションしてくれるっていうような、まあ、本当に大型の体験型インスタレーションを作らせていただきました。詳細はあのビハンスの方に結構ブレイクダウンとか、すごいかっこいい、メイキング動画、なんかそのアーカイブ動画が載っているのでよかったらこのビハンスで探してみてください。はい、でこれとは別に2つ目、今度はウォークっていうインスタレーションを、インドで本当に先ほどの展示の1週間後2週間後ぐらいに展示させていただいて、こちらは機械学習を使って作品を作りました。でこれはもともとなんかその東京、自分は普段京都だったり生い立ちも結構その途上国、まあ、南半球の国が多かったのでなんかあんまりその都市みたいなのに慣れてなくて、で東京行くたびに毎度、地下鉄とか、早朝早起きしてこう見るとなんかすごい景色が広がってる、群衆がすごい状態だっていうことに自分はいつも驚かされるんですけど、一方でなんかその人たちがそれぞれこう髪型だったり時計だったりなんか持ってるもので個性を表そうとしてる
状態がすごいなんかこう、これを絵の具のマテリアルとして使ったら面白いんじゃないかなっていうふうに思って、で、それをやるために機械学習を学ぶ必要があるなと思ったから機械学習を学んで、まあ実際インドで、これ確か20メートルの横幅のLED のスクリーンで等身大の高さで、まあ、人間サイズの2メーターぐらいかな高さで、まあ、本当に人が目の前を歩くと全員こう絵の具の筆のようにこう軌跡が残って描かれるような作品を作りました。でこれちょっとまだ、ビハンスのケースが上げられてないんですけども、数日中に上げようかなというふうに思っているので、まあ、よかったらフォローしてください。はい。で、もう一つ、まあ、ここにはスライドがないんですけど、先ほど愛子さんが紹介してくださった Adobe Max Japan で AR を使ったAdobe Air を使ったインスタレーションもデザインさせていただきました。で、まあ、その後結構10月11月にいろんな話が重なり、その後かなりいろいろ静かになったので、当初の目標にしていたデイリーグラフィックス、まあ、そのグラフィックデザインの能力をこう磨くみたいなことを、インスタグラムで毎日ポストするという形で継続してやりました。これもインスタグラムの投稿を見ていると全てが動画のように見えるんですけど、やってることとしては、まあ、自分はスタイライゼーションと呼ぶようにしてるんですけども、例えば入力があって、その間のシステムを自分で作って、このシステムがこの手っていうインプットを別のものに変換する、ビジュアルに変換するっていうような制作をしています。まあ、なので自分は結構プログラミング寄りの制作が多いんですけども、このツール、例えばインプットを例えば人の体に変えれば、このアウトプット、ビジュアルって呼ばれてる部分が人型になるみたいなことができるようなツールを作っています。はい。で、まあ、多分分かりやすく言うと、フォトショップのスタイライズとか、ああいうのをイメージしてもらったら分かるんですけど、あのプラグインみたいなのを自分で作ってるようなイメージだと思います。で、まあ今、78かな、78個ぐらいそれぞれもうスタイライゼーションできるようなシステムが作ってあって、それぞれフォルダー開いて引用して、インプットとアウトプット書いてあげると、まあ、ここにリストされてるようないろんな種類のグラフィックが生成できるっていうようなことをやっていました。あ、そうだ。で、これを通じて結構面白かったのが、その自分が、色弱でかなり色が見えないんですけども、だから結構早々に現実のものを描くのをやめて、代わりになんかちょっと現実にありそうでないとか、なんか描けないからこそすごいデジタルなものになるのかなっていう、自分なりのこう、自分だからこそできるスタイルみたいなのがあるのかなっていうふうに気づけたのが、このデイリーをやっててすごい良かったところです。はい。ただまあ自分もそのスタイライゼーションっていうふうに言ってるんですけども、結果的にやりたいのはやっぱりこう物理的な、人が好きなんで物理的な体験をデザインしたいので、まあもしオンラインでも何かこう作ったシステムをこう使って何かできることだったりとか、まあもしこのね、コロナの状態が例えば落ち着いて、こういうインスタレーションのデザインを一緒にやりたいとかそういう話があったらぜひ教えていただきたいなというふうに思います。はい。あとは、まあ、レジデンシーのハイライト。まあ、ここまでが制作の話だったんですけども、ハイライトとしては、まあ、その、結構レジデンシーを通じて、まあ、自分以外の8人のアーティスト、世界中のアーティストに知り合うことがあって、他にもインドに行ったら、インドの現地のアーティストさんに知り合えたりとか、本当にいろんな、世の中のクリエイティブがどんな風になってるのかっていうのを知れたのが自分の中で結構大きなハイライトで、もう本当に、向こう、長いこと日本にずっといたので、海外ではどんなトレンドなのかとか、ものづくりに対する考え方とか、どういう人たちがいるんだろうみたいなことは本当にわからなかったんですけど、今年を通じてそういうのがかなりいろいろ見えてきて、ああ、本当にこう狭い世界で住んでたんだなっていうことを思い知らされました。他にも自分は、ソーシャル、まあ、いわゆる SNS って呼ばれるものをそんなにこう、重要視してなかったんですけども、レジデンシーを通じて結構言われたのが、その Eyes on Portfolio っていう、要は、ポートフォリオが見られてるかどうかっていうことが、なんかその意識として大事なんだっていうことをすごい言われ続けて、だからインスタグラムも今まではただの SNS だし日常のものを上げるものっていう結構甘い考えでいたんですけども、なんかもうインスタグラムがポートフォリオとして機能しているのであれば、なんかこれをやってないってことは自分の作品がそもそも誰にも知られてないみたいな状態と一緒だなっていうふうに思って、多分今ウェブサイトとか見に行く人ってのも本当に少ないと思うので、本当にインスタグラムとかわかんないです。ビハンスとか、そういうところで自分のポートフォリオをちゃんと人の目に作るところに出してあげるっていう意識が芽生えてすごい良かったです。はい。で、まあ、これもすごいレジデンシーを通じて重要なことで、自分は、まあ、愛子さんも素晴らしいメンターの皆さんについていただいたと思うんですけど、自分もこのメンタープログラムっていうのは本当に自分にとっては大事だったんですけど、10年間、まあ、自分がそのインタラクションデザインっていうのを始めたきっかけを作ってくれたザック・リバマンっていうアーティストさんに会えたりだとか、まあ、真鍋大斗さんは実際自分のメンターになってくださって、4回ほど話を聞かせていただいたんですけど、それがものすごい学びになって、まあ、レジデンシー終わった後、
何しようかなとか、そもそもメディアアートに憧れてたけど何から始めたらいいんだろうみたいな、本当に分からなかったことをすごい丁寧にいろいろと教えてくださって、サポートしてくださって本当に助かりました。すごいなんか個人的に10年来追いかけてた人とこう話すだけでも毎回緊張したんで、すごいすごいいい経験をさせていただきました。で、他にもね、フィッカーナドルっていう自分が憧れてた作家のスタジオを訪問させていただいたりとか、エリック・フォーマンっていうニューヨーク在住の、インタラクションデザイナーにいろいろ悩んでる時にアドバイスいただいたりとか、あとはアドビのリサーチチームっていう、こう見えない世界に住んでそうな人らと話して、すごいナードの話で盛り上がったのはすごい楽しい経験でした。他にもトークも機会もいくつかいただいたんですけども、トークは本当に自分を反省するというか、人に伝える上で How to の話ってそんなにみんなそんなに聞きたくないのかなっていうところとか、どうやってこう自分の制作プロセスとか普段の制作をこう物語として伝えるかみたいなことの勉強になったので、とてもいい機会でした。はい。で、最後にまあ今後何をしていくのかっていうことを軽く話してみたいなというふうに思うんですけど、一つはなんかフランスのエージェンシーみたいなところからインスタグラムに上げてる映像作品をなんか下ろさないかみたいな話を相談をされていて、まあ、そういう話が今来ているのと、まあ京都にある美術大学でインスタレーションをどう作るかみたいなことを教え始めるのと、あとはサンフランシスコにあるグレイエリアっていうところでオーディオビジュアルパフォーマンスとワークショップを、これは本来であれば今サンフランシスコでやってたはずのものなんですけども、まあ、もちろんコロナで延期になってしまったのでオンラインで実地を試みてみるみたいなプロジェクトにも今参加させていただいています。で、他にもポートフォリオとか、まあ、メディアアート系のフェス、今まであんまり追わないようにしてたものをもう一回こう真鍋さんとのメンターミーティング通じて見て、なんかアプライしてみようかなというふうに思っています。まあ、なのでこの状況もあって自分の中ではこのレジデンシー期間みたいなのが、もちろんレジデンシーは終わるんですけども続いていくのかなっていうふうな意識で、今年も1年やっていきたいなっていうふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。あれ、緊張した。いや、緊張した、緊張した。でもいつもよりちょっと緊張してる感じは伝わってきた。あ、なんで緊張してるの。いや、プレゼンで緊張しますよ。いやいやいや、でも今までね、昨日もそうなんですよね。昨日の朝4時にサンフランシスコ時間のお昼に合わせてみんなプレゼン会してるんですよ。 最終プレゼンを、うん、レジデンシー9人がリモートでバーチャルプレゼンをやってて、で今日もやってるんで2日連続なんですよね。なるほど、ね、プレゼンテーションが、うん、寝ましたか。あ、爆睡ですよ。もう16時間ぐらい寝てます。寝てる寝てる。それが英語でやって、今回は日本語なんでね。あ、そっかそっかそっか。そういう緊張も多分あると思います。うんうん、たくまさん、ツイッターのコメントで、はい、ステップイントゥーザスクリーンの空間の中に入ってみたいですっていうのがあるんですけど、もうぜひ入ってきてほしいですね。僕でもまさに去年のマックスのビアバッシュで、うん、ね、一緒に踊りましたよね。あれは僕も踊りましたけど、うん、踊らされましたけど、あれ見てて、だからやっぱりたくまくんが作った、まあ、ある意味ツールで、うん、みんなその中に入って、でそのアートの中にみんな入れたと思うんですよね、うん、あれを通じて、あれやってると見たくてやっちゃいますよね、うん、結構並んでましたし、僕思ったのが、だからまあ、筆とかね、いろんな、うん、画材ってありますけど、新しいデジタルツールを作ってんだなとかって思いましたけどね、うん、なんか書き方っていうかね、そうだからフレスコとかも最初なんだろう、自分の iPad に入れた時まず何するかって、もひたすらいじり倒す、うん、どこもどうやったら壊れるかっていうのをひたすら検証するのが好き、際を攻める。でも本当製品チームもね、バグ見つけたりとかしてたよね、確か。そう、フォトショップの iPad のあれの時は俺ひたすらズームして、ズームアウトしてピンチしながら絵を描くっていうのをやった結果、バグを見つけました。そう、エンジニアがすごいって言ってましたよ。うん、あれでもね、きっと頭の中のイマジネーションの方が、うん、スピードはもう何倍も速いから。質問でもね、エンジニアとアーティストの共存は可能でしょうかっていうのを聞いてしますからね、うん、どうなんですかね。いや、エンジニア、いや可能だと思いますよ。なんならなんか結構今ってそんなブリッジになるような人が多分いっぱい出てきてると思うんですよね、うんうん、可能だと思いますね、まあ、逆に、うん、自分はでも絵が描けないんですよ、うん、愛子さんとかと違って絵が描けないんで、うんうん、面白いですよね、うん、それも面白い、うん、面白いっていう言い方も変ですけど、面白い、うんうん、
あとあれですね、あのこの1年通じてっていうかレジデンシー通じて、まあ、ちょっと、ね、日本人だと思うと思うのがやっぱ真鍋さんとがメンターだったんですか。うん、はい、真鍋さんにメンターしていただいてました。めちゃくちゃ緊張しました毎回。でもレジデンシー始まる前から真鍋さんとかいいかなって言ってたんですけど、うん、緊張するから話せないって言って、いや、うん、ハードルが高すぎて、ね、戦いだったりして。たまたま今年あの北海道でフェスの VJ やった時に真鍋さんと現場が一緒になったことがあって、もうその時も俺話してる間ずっと片膝ついてました。うん、メンターミーティングの時も結構いつも緊張して喋ってたって言ってましたよ。真鍋さんがね最近あのなんかお仕事の話をするとね、うん、VJ やらせてっていうのがあるんですけど、あの去年一昨年のマックスジャパンでね、うん、レジデンシーに入る前の拓磨くんがなんと VJ をやってたんですよね。ビアバスで最高でしたよ。あのスクリーンもでかかったですからね。30メートルぐらいあったのがめちゃくちゃ、あと、はい、そうですね、うん、あれもでかかったですね。フルタ兄弟と共演して、そうですね、そうそう、フルタ兄弟のとこ今出そうと思ったんですけど、これ出していいのか分かんなかったんでしょ、若干。よかったんじゃないかな。大丈夫だったんじゃない。いやすごい。いや、ね、本当いろんなことありましたけど、じゃあ次のトピックのところで詳しく、うん、もっとね、いっぱいいろんな話が聞けますので、はい、聞きたいと思いますけれども、はい、ここで一回 CM を挟んで、はい、トピックトークいきたいと思います。キャプモさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。But also to have like a mentorship, which was really like important for me to have somebody supporting me, talking to me all the time, helping me with anything I really had problems with. Having that access with humans that are not only very talented and wise in their disciplines, but also that they're so willing to help us as Adobe residents has been life changing. I think it's very interesting. I think you learn about yourself a lot. Having this experience of just focusing, but also having that support, It's unbelievable. I would just say yes, go for it. Adobe is giving me new technology to expand my illustration and explore the possibility of my illustrations. Have courage. Don't be scared. Just show yourself. And the Creative Residency is an awesome opportunity to work on something you're really passionate about. This year I had like full freedom to make my own work, which has my name on it. I have my own concept and I can choose my own collaborator and I can say it's mine. That was like the best thing I had this year. I think it's easy to find a reason not to do something, but being willing to take a risk for your future, I've come to find, is what usually pushes our creativity the furthest. So I think that no matter where you're at in your career, everyone should do themselves a favor and apply to this residency because you never know what could happen. はい、はい、いやーかっこいいビデオですね。ちょっと思い出しちゃいますね、いろいろ。あー、そっかそっかそっか。1年間をそういうことかなったなっていうのは、あの渋谷ひとみさんからお二人ともスライドに個性が出てて素敵だったっていうコメントが来てますよ。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。スライド作りはかなり兄弟のお兄ちゃん。そうですよね、たくまくん本当毎回スライドプレゼント時のスライドが毎回違うんですよ、うん、フォーマットというかデザインが全く違うものが出てきてすごい。毎回俺らは他の人のスライド見ながら、あの過去のレコーディングとか見ながら、どうやってみんな伝えてるんだろうって勉強は今年かなりやりました。うん、すごいな。ビジュアル毎回ね進化してるよね、たくまさんね、うん、進化してる、うん、うん、これ レジデンシーになる前っていうのはこういうプレゼンテーションっていう機会はあったんですか、まあ、自分の作品っていうのとはまた違うじゃないですか、うんうん、私は本当ないです。本当なかったです、うん、多分自分はディレクションを考えることがあったんで資料作りは結構ありましたね、まあ、ただプレゼンテーションっていうよりはっていう感じですね、うんね、誰が見てるか分かりませんもんね。なんかそういった中でこう伝えていくっていうか、そういうスキルが本当短い時間で自分が何やってるかっていうのをね、うん、あの話すトレーニングはものすごいしましたよね。いやすごいですよ、プレゼン5分、うん、毎回そう5分でもう何も言えなかったですもん最初。
何も言えなかった今日ね15分ぐらいプレゼンしてもらいましたけど、はい、昨日とかもう本当5分で1年間喋れって言ってるから、うん、かまず自分の自己紹介とこの1年間何やったのこれから何やるかっていうのを5分で言えって結構大変ですけどね。よくねあの僕らもテレビ CM って15秒しかないんだよねってよく言うんですけど、うん、すごい情報量じゃないですかね。たくまさん、今ツイッター見てます？はい見てますよ。フィルター兄弟のお兄ちゃんが呼んだ反応してますよいやいやそうそうフィルター兄弟のお兄ちゃんが反応してるなって誰って誰っていうんじゃないのかなっていう社長はいじゃあそれではですね、はい、今回のクリエイティブレジデンシースペシャルとして、うん、これからのキャリアっていうところでいろいろトピックを聞いていきたいんですけども、うんはい、高橋さんエディターの高橋さんですけれども、はいまあ、もう一度ちょっと紹介しておくと、まあ、クリエイティブレジデンシーで去年から始まった時からクリエイティブレジデンシーを追っかけというか記事を書いていただいたりとかしていて、ね、本当1年ぐらいずっと見ていただいてますよね。定期的に、はい、取材させてもらったりお二人の作品作りのこととか聞いてたりしてきたので、うん、4回5回ぐらいそうですね5回ぐらい記事書きましたね。一番覚えてるのが愛子さんがニューヨークにいてで拓磨さんがインド の, インド、はい、さっきのインスタレーションに行ってて、うん、で僕はに東京に行って高橋さんも東京に行って、はい、3拠点、はい、本当リモートワークみたいなリモートワークこれがある前に本当にそうやってリモートで取材をするっていうことを言ってたんですけど、うんそういうことをするぐらい、まあ、いろんなところで、うん、負担をかけて取材していただいてそうかでも高橋さんにだったらもう何でも喋っていろいろ聞いていただけるしやっぱこのビフォーアフターを、ね、聞いて成長をこう、はい、客観的に書いていただけるというところでいろいろ聞いていただきたいなと思っています、はいはい、じゃあここからはちょっと高橋さんにバトンタッチをして、はいですね、今日聞きたいテーマっていうのをちょっとね、うんはい、こんなキーワードで出してるんですけど、はい、お金お金お金ねリモートワークとかまあさっきもあったメンターって何なのかとか、うんはい、ビフォーアフターを聞きたいですね。営業っていうのもね営業もね気になりますね、うん、あとコミュニティ、うん、コミュニティチームなんでちょっとコミュニティってね、はい、今重要なキーワードでありますし、うんまあ、印象的なエピソードとかこれ聞いていきたいなと思いますけれども、はい、時間の許す限りね、はい、ちょっと拾っていきたいなと思います、はい、まずじゃあどれからいきますかね。そうですね僕も気になるなと思ったお金の話ちょっと聞いていきたい。気になりますよねこれはストレートでいいと思います。時間も限られてるので、うんうん、気になるところをバシバシ聞いていきたいと思うんですけど、うんはい以前お話、取材でお話を伺った時に拓磨さんが海外の仕事は予算の規模が大きかったりとか、まあ、そういった日本の違い、うん、日本との違いもあるっていうふうにおっしゃってたのが結構印象的でやっぱりなんかその仕事の規模だったり予算だったりギャランティーだったり日本と海外で違いってありますか？そうですね自分は結構あるなっていうふうに、まあ、肌感だったり、まあ、人こんな同業者だったりから聞いた話ではあるんですけども、うんまあ、結構生々しい話をすると自分も今年フリーランスレジデンシーでやっと4年目かなになったんですけども最初の年は本当に100万ぐらいしか年収がなくて、うんまあ、それでも100万の中で機材とかいろいろ買いながらもちろんほぼ残ってないみたいな、はいはい、そのまま年が500万かなんかで結構増えるんですけど300だったかな500だったかな500かな、うん、ただそれもかなりやっぱり200万ぐらいがこう外のクリエイターに映像を作ってもらったりとかデザインしてもらったりとか自分がそういうのができないのって消えちゃったできないのでそういうのをお願いしたりだとか消えちゃう、うん、時間で今着きましたできなかったりで結構なんだかんだ年末になったらまたないみたいな年 でその翌年は今度900になったんですけど今その年はイルミネーションやったので要は1年間かけてやでかいプロジェクトやったんですよなのに、うん、年末にお金がない状態にまたなったんです、まあ、それも本当にこういろいろ施工してまったりとかでさらにお金がかかったんでお金の多分請求の書き方が違ってるとは思うんですけど、はいはいはい、そういうわだかまりもある中でなんかちょうど、LA とかにレジデンシーの前も行く機会があって現地の同じような同業者の人の話聞いてたら予算規模が下手したら 3,4 倍ぐらい違うなみたいなことに気づいて、うん、そういうのもあってですねなんか応募したいなというふうに思ったな、うんうん、お金の話なんかそのまあやっぱりそのお金クリエイターもお金稼がないといけないからっていうので、まあ、1個の仕事の規模が大きければその作品を作る余裕ができますよね。ああ本当にそのとおっしゃる通りですね、まあ、かけられる時間が長くなるというか、うん、
そう、なんか先ほど愛子さん の, あのプレゼンの中でもその経営とのバランスみたいなこと、まあトピックというか話題に上がってましたけど、なんか拓磨さんはお金とそのものづくりの面で気をつけてることとかってあります？お金とものづくりで気をつけてることなんだろう、自分は結構自分の作品が作りたいタイプの人間なんで、そういうことをやろうとすると結構機材費だったりとか物に対するお金が結構かかってくるので、なんか全てを全て使えないし、うん、なんなら利益をなるべく最大化していかないと、その作品を作るっていう時間、研究開発に近いんで、それをやる時間も持てず、そうなると本当にもう持ってる技術も大変なくなるんで、そうならないようにちゃんと時間を取ったり、ね、予算をちゃんと積み、まあ、こう考えて提出したりとかするようには気をつけてます。うん、でもやっぱりつい使いすぎちゃうって感じですかね。だから自分が結構そのデザインとかその映像もそうなんですけど、細かいところが本当に今までできなかったので、それを全部人にお願いしなきゃいけなかったんです、うんうん、そういうので、まあもちろん自分もそのいろんなクリエイターが好きで、今年もなんだかんだコラボを結局4人ぐらいとしたのかな、しちゃってるんですけど、なんかやっぱり人の作るものが好きだから、そこにお金を使っちゃうっていうのが一つありますね。うん、たくまさん機械も作るもんね。ああ、そうそう、自分でハードウェア作っちゃいますからね、組み合わせてないものは作っちゃうっていうね、そこもクリエイターだなと思ってます、ね、うん、その機械売ればいいの売れるかもしれない売れますよね。おかしいなと思いながら毎年年末残高確認したらやばいな。あ、どうぞ。うん、あ、すいません、愛子さんも、そのまあ海外と仕事で、やり取りする中で結構その見積もりのところで気をつけてるっていうふうに以前おっしゃってたと思うんですけど、うんうん、そうですね、本当に私もその海外と少なからずそのレジデンシーが始まる前にお仕事してたその経験だったりとか、あとはそのメンターのヒロさんが本当にもう世界的にもう長年ご活躍されてるので、なんか、その見積もり感とか、話し合うことを、そのメンター中多かったんですけど、やっぱり、なんか肌感として、日本の金額バジェットの、3倍くらいなんですよね、アメリカって。うんうん、だから同じ仕事、例えば、挿絵の仕事をしても、結構日本だと挿絵の仕事ってすごく安くて、それだけだと絶対に生活していけないんですよ。だけど、その、本当にアメリカのイラストレーターって挿絵だけで生活してる人とかも多くって、それはやっぱり単純に同じ仕事量で3倍の年収になるからってことなんですよね。そっかそっか。だからそういう、そうそう。だから、なんだろう。うんうん、だからね、その、あと、ヨーロッパも日本のだいたい 1.5 倍から2倍くらいの私は肌感だと思ってて、そのなんか肌感って事前に知っとくことってすごい重要だと思うんですよね、うんうん、あの相場というか、うん、だから相場必要ですね、そうだからその相場っていうのも日本の相場も私よく分からなかったところが結構あったので、うん、そういうところもね、本当にヒロさんにはすごい助けてもらったなって感じなんですけど、うんうんうん、なんかレジデンシーを通じてそういう相場感というかが、まあ、学べたというか、相場感の取り方が分かったみたいな。多分まあ、そのクリエイティブ結構いろいろ違うからまちまちだと思うんですけど、でもヒロさん神垣さんのやり方だったりとかいうのも多分普通は人に教えないと思うんですけど、多分メンターという感じで、まあ、弟子みたいなもんだと思うんですよね。神垣さんも愛子さん弟子みたいなこと言ってたんで、にはまあ教えてあげようっていうので結構いろいろ包み隠さず教えてもらったところもあって、うん、まあ、それでいろいろ学べたことっていうのがすごいあったと思うんですよね、うんうん、なんかこの、ね、ヒロさんの話よく話しててあるんですけど、うん、だから英語が話せませんでしたっていうところの話からいつも話が始まるんですけど、うん、英語ね大変ですけど、話せるようになると、いや絶対世界が広がりますし、今言ってたね、いい海外のね市場とかいろいろなところにもね、やってたら、同じ日本で仕事してても海外でやるとそれが3倍になるかもしれないしっていうのは、うん、本当可能性も広がるし、うん、チャンスも、うん、それだけ
大きくなるので。価値があるってことですね。うん、の話で言うと価値形成の話だとも思ってて、この例えば日本でやってるクリエイティブが海外で目立たしいんだとしたら輸出できるんですよ。うん、価値があるはず、うん。でもそれを英語ができないってだけで逃して、じゃあ日本の状態に文句を言ってしまうと、うん、やっぱこうもったいないなってなるじゃないですか。外に出たら価値が得られるって、うん、そういうクリエイターはいっぱいいるんじゃないかなと思うし、本当に英語できるだけでその辺はクリアできるんで、うん、ぜひやるべきだと思います。うんうんうんあとやっぱりオンラインでね、今ってそこの国にいなくても遠隔でこうやって仕事できちゃうので、うん、今なんか実感してますよ ね、日本人、ね、日本中が、うん、本当そうですよね。ハンガリーもウォークもインドもアメリカも一回も行ってないですよね。そうなんです。すごいんですよ。一回も現地に行かず3回ぐらいの打ち合わせとか、それぐらいで、そう3回しか作っちゃう。すごいですよね。来年インスタレーションインタラクティブなしかもインスタレーション作ってるんで。なるほど。そういう意味で、ちょっと次のテーマに移って、お金で盛り上がっちゃった。はい。今ちょうど話にも上がったところで、営業っていうトピックについて、これちょっとお金と連動してる部分、ね、お金と連動して、ね、どうやって新しい仕事を取っていくかとか、はい、お話にありましたけど、SNS から仕事が来ることが、どんどん増えているっていうことですかね。うん、増えてます。増えてます。実際に、海外から SNS を経由して仕事が、うん、舞い込んできたっていうことが、この1年でもありましたか。そう、むしろ今年が一番あった気がしてて、なんかそのクリエイティブレジデントっていうところで注目してくれてたのももしかしたらあるかもしれないんですけれども、うん、でもなんかね、SNS でも見てくれてる層が違うなと思うんですよ。うん、で、なんか、やっぱりなんだろう、インスタとかは割と、ファンが根強くて、あと、そうですね、来るって言っても日本のクライアントが多いイメージなんですよ、うん、私の中では。うん、マイコさんのインスタグラム見てみましょうか。あ、そうですね。ちょっとスライド映してもらいますか。あ、ありがとうございます。はい。これマイコさんのインスタグラム、ね。あ、そう。最近はね、ちょっと実験的な感じなんですけど、うん、そう。まあなんか、そうですね。まあなんか、一応ギャラリーとして私はインスタを使ってたりするので、うん、なんかその作品を載せたり、あと、はい、なんだろう、その制作プロセスで載せることによって、うん、どれくらいの作品時間かけてるのかとか、そういうことも見せられたりして、うん、そこで、なんだろう、価値が上がるというか、特に私の作品時間がかかったりするんで、そこで奥行きだったり、なんか深みに、はい、だろう、うん、なんかそういうところもシェアできたり、できるなっていうのはいい点だと思ってて、で、あと海外クライアントは、もうほんと、ほぼ 100% ビハンスです。ビハンスもちょっと見てみましょうか、はい、アイコさん。はい。そう。ビハンスって？アドビのサービス。T シャツ、そうですね。ビハンス。T シャツ着てますけど。そう。これでも、ちょっとやっぱインスタグラムと違う感じですよね。あ、そうですよね。置いてる写真が、うん、そうですね、作品が違う。うん。うん。なんかビハンスは、まあ、その、レジデントに、レジデントになる前から使ってたんですけど、うん、レジデントになってから実際にアドビの、中枢音になっているソーシャルチームのアドバイスとかももらったりして結構作り変えたんですよ。うん、で、どう作り変えたかっていうと、海外だと自分の実績っていうよりかは自分のオリジナル作品を前面に出す感じで作ってます。そうなんですね、うん、アート性の高いもの、うん、すごい、うん、高いもの、ね、なんか、うん、自分の作家性が表現できているもので、そこから、うん、あとその自分が、どういう感じで作ってたかっていうのもそのプロセスとしても出してたりするんですけど、うん、コンセプトの文章化したり、ね、これとかはフィーチャーされてるやつですけど、うん、あ、そうですね、うん、それはね、あの資生堂さんのね、作ってとかとか、こういういろいろプロセスだったりとか、うん、ね、うん、クリエイティブのプロセスをシェアしてこういうふうに作ってるんだよっていうのをやると、まあ、クリエイターさんが使うプラットフォームなんで、うん、あ、この人はいいなって、クリエイターさんが
最終的なアート作品をただ置くだけではなく、うん、あのコンセプトとかそれに至るような過程みたいなのも置いてるんですね、うんうんうん、何かこのオンラインでポートフォリオをまとめるときにポイントとかってあるんですか？そうですね、私はまあなんだろう、ギャラリーとして見せたいので、うん、やっぱり並べ順とかあとモチーフの相性、なんか赤と黄色は隣に持ってこないとか、はい、うん、なんか色の並べ方とかはちょっと変わってたり、うん、ここに黄色が、そうですね、なるほど、なんかちょっとうるさく、私の作品なんかうるさくなっちゃうので、あんまり力強い作品が多いですね、それ以上うるさくならないようにしてるのと、うん、あとは結構ソーシャルチームにも言われたんですけど、うん、自分が今後やっていきたいことを、うん、載せた方がいいっていうのは言われてるので、うん、インスタとかでもそうなんですけど、うん、やっぱり自分の実験していったことが仕事につながっていってるっていうのが、うん、レジデンシーを通してすごい学べた点なので、うんうん、そうだから、そうなんか、うん、そうですね、まあ、だから営業っていうか、まあだからマーケティングですわな、うんうんうん、こうやってますよって、うん、今ツイッターでも、でね、まあ、舞い込む方が多いのか、まあ、自分から売り込むのかどうかっていうところで質問来てたんですけど、うんうん、まあ、意識としては結構こう、ポートフォリオを置いておいて、まあ、舞い込むっていうのが多いのかなっていう気がするんですけど、どうですか？そうなんですよね。なんか意外と自分で営業しても、うんうん、そこから仕事につながるのって実はあまりなくって、やっぱり、うん、過去の作品とか過去のお仕事のやつをどこかで見て、うん、仕事のメールが来るっていうパターンがほぼ 90% です。うん、なるほど。たくまさんどうですか、うん、SNS 経由でお仕事来たりとかってします？そうですね、自分はさっきプレゼンでも軽く話したように結構 SNS やってなかったというか、ツイッターはずっと好きでやってるんですけど、うんうん、そんなに仕事とか営業ツールとして考えてなかったんですよ。まあ、ただ、インスタグラムは5月ぐらいにやりゼロから始めて、そうですね、ちょっと今、毎日。うん、インスタグラムを見てみましょうか。はい、あ、そう、出しながらね。うん。うんうん、そう、上げる、デイリーでグラフィック上げるみたいなことを今やってて、これ経由で今、2つかなぐらい、うん、さっき言ってたそのフランスの人が、なんか、現地でいろんなサイネージをこう出すからみたいな話が来たりだとか。うんうんうん、なんかいくつか来ますね、インスタグラム経由で。自分はビハンスの方が多いって言われてたんで、なんかビハンスの方頑張らないと来ないかなと思ってたら意外と来たんで、うんうん、あ、来んねやと思って、なんか面白いなと、うん、かなりグラフィカルな、本当でしょうね、ちょっと見てみたくなる、うんうん、動画も多いし、あと複数枚のね、スライドも多い、うん、こういうもの、すごいな、すごいです、うん、面白い。なんかたくまさんの、私本当に、うん、全然違うフィールドだったので、うん、そのプロセスシェアしてもらってようやく分かりました。うん、いや、愛子さんが自分がやってることを言語化してくれたとき感動しましたね。あ、伝わってると思いましたもん。すごい。そう。あと、たくまさん、うん、ね、そう、なんか、そう、思い出深いのは、なんかその Adobe Max の LA の泊まってたホテルにテレビがあったんですけど、うん、それ突然たくまさんがジャックし出して、うん、ジャックってなんて言うんでしたっけ、 ああいうの、そうだね、ハックですかね。いや、そんなに難しいことはしてないですけど、似たるホテルでやっぱり、番組で言える範囲で喋ってくださいよ。いや、悪いことしてない、悪いことしないですよ。モニターを持っていけないじゃないですか、モニター繋いでね。そう、でもデスクトップを持っていく必要があるんですよ。はい、まあ、何をするかってテレビにつなぐんですよ。うんうんうん。それだけですね。だからそのホテルのテレビでさっきのバッシュでこう映してたやつをやっちゃったりとかしてたんですよね。リハーサル的な感じで。そうそうそう。デバッグ、そういうのができちゃうっていうね。デバッグ。デバッグ。なるほど。じゃあちょっと面白かった。はい。そろそろ次のテーマに移って。ね、営業。うん、そしてはい、じゃあ次コミュニティ、はい、コミュニティコミュニティ、うん、コミュニティ、はい、はい、この
クリエイティブレジデンシーでもすごいその、まあ、クリエイティブコミュニティに貢献するっていうのをそのプログラムとして大事にしているっていうふうに伺ってたんですけど、なんかその結構作家さんとか、まあ、イラストレーターさんとか、フリーランスで活動してる方って結構こう一人で仕事をされてるようにも見えるんですけど、実際のところどうなのかなっていうのをちょっと伺いたくって、まず拓磨さんは、まあ、結構技術寄りな作品作りもしてるので、なんとなくその、まあ、テックコミュニティというか、まあ、そういう部分に何ですかね、影響を受けるというか、まあ、ものづくりの姿勢としてコミュニティに貢献するみたいなことを考えてるのかなって思うんですけど、なんかその作品作る上で、例えばコミュニティにどう関わっていこうとか、どういう貢献の仕方をしていこうとか、なんか考えてることってありますか？いや、思想としては結構レジデンシー前もずっとあったんですけど、実際そんなにやっていなかったんですよ。どっちかというとこう作って自分の作るってことでこう手一杯だったところもあったんで、そんなにプロセスシェアみたいなこともそんなにしたことがなかったんですけど、うん、まあこのレジデンシーっていう期間も通じて結構、まあ、YouTube にそれこそ VV っていうツールを結構使うんですけど、そういうののチュートリアルを例えば上げたりとかしてすると結構なんかフィードバックが楽しいんですよ、うん、なんか向こうからこうやってやって待ってみたよっていうのをこう今度なんかね、インスタグラムとかに上げてくれて、あ、自分が共有した知識を別の人が吸収して別のものを作るっていうのをこう目の当たりにしたの結構最近だったので、うん、これはすごいいい循環だなと思ったし、うん、それは全然、うん、知らない方からの反応があったってことなんですか？あ、そうですね、インスタグラムに、うん、なんかチュートリアル上げたよって言ったら見てくれて、それ自分のインスタになんか上げてくれてたりとかしてて、うんうん、ああCC 道場とかも常にこういうことをしてるんだっていう、うん、まあフィードバック大事ですよね、うん、なんかこう、うん、何も反応がないとやっぱりこの番組をやりづらかったりしますし、そうですね、で、まあ、しかも自分がいるテックコミュニティで結構そういう多分共有とかシェアとか、まあ、実際こそ自分が作ってるツールもオープンソースだったりとか、うんうん、使ってるツールもオープンソフトだったりとか、シェアみたいな流れはかなりやっぱりその中にはおしゃれですね、うんうん、いたので、それは結構使命としてもやっていかなきゃいけないなと思います、うん、まあ、今年本当にレジデンシー中、あとマネージャーも含めてこう何やってるか本当に伝えるのに苦労したんで、はい、なんかその辺を整理するためにもこうコミュニティに伝えるみたいなところの気持ちでそういうの始めました、うん、すげえ、どうやったん、わかんない、何したの多分こういうことだと思うんだけど、そうっていうのを結構聞いたりとかしてたり、あれ両太さんを基準にすると両太さんロボット出身だから、なんか若干伝わる、かなり伝わるんですよ。そうなんですよね、ちょっとなるほど、バックグラウンドがテック系だったりするんで、まあ、やってることはなんとなくわかるんですけど、それでもちょっとよくわからないことも、やっぱね、その辺を言語化するのが重要っていうことですよね。そうですね、その特訓も兼ねてコミュニティに貢献するみたいな作業はすごいいいなと思いました。なんか結構人と喋るってこととかは、ね、はいはいはい、自分を理解する上で良かったりするよね。先ほどね、たくまさんもおっしゃってた、まあ、そういうコミュニケーション人とっていうのが好きだっていうこともおっしゃってたんで、うん、本来はそういうところもね、やっぱり好きっていうのがすごい大事じゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、楽しいです。うんうん、愛子さんはどうですか、イラストレーターさんは結構こう、うん、まあ、一人でこう黙々と描いてる、うん、方も多いと思うんですけど、愛子さんは SNS でも結構その、はい、なんですか、自分のプロセスだったりとか、作品の出来上がるまでの工程を、結構大胆に公開してるなっていう、はい、印象があるんですけど。そうですね、私も本当レジデントになる前は逆にひた隠しにしてたんですよ。なんか種明かしにするのが怖い感じがしちゃって、うんうん、でも共有をしてなんか真似されるんじゃないかなとかって最初思ってたんですよ。でもなんかやってみたところなんか同じ工程踏んだとしてもみんな千差万別で違う作品になっていくんですよね。だから、うん、なんだろう、
芸が盗まれちゃうとかって最初思ってたんですけど、うん、あ、全然そんなことないやって思ったのがまず一つの、なんだろう、うん、ブレイクスルーというか、うん、不安が取っ払われたことではあって、うん、それは多分一番大きかったんじゃないですかね、愛子さんのところ。そうですね。うん。そう。で、あと、結構、なんだろう、自分で煮詰めて、自分色を出さないとって、前まで結構思ってて、逆に人と語らないみたいな主義を貫いてたんですよ。真逆置いてますね、今とは。うん、で、すごいですね。そう、本当に、そう、なんか一人で考えるみたいな、そう、うん、本当に自分の中で修行と捉えてたんですけど、うんうん、でも、やっぱり人と話す方が、なんか本当格段に速いスピードで、物事が、その自分の悩みがポッとなんか解決方法を言ってくれたりとか、うん、あとそのたくまさんとも結構その仕事の話とか、レジデント期間も一緒に話したりしたんですけど、うん、たくまさんはこういうスタンスで俺仕事してるよみたいな、なんかさらりということが自分にとってはすごい目から鱗だったりして、うん、そう、なんか本当に人と話すってことがこんなに重要なんだっていうのが、このレジデントの気づきで、私もそのコミュニティに、なんだろう、自分の制作方法とかをシェアすることによって、その、面白いとかって思ってもらえたり、あとなんかその自分の作品に対して、自分がその言葉で語らなくても、その制作プロセスで語るじゃないんですけど、そこが紙になっていくみたいな要素もあるので、そう、それはなんかやってよかったなって思うし、今後もやっていきたいですね。うん、そこのクリエイティブレジデンシーもコミュニティでね、はい、卒業生たちもみんな同じコミュニティとして、うん、いろいろ上、上級生というか、まあ、卒業生からアドバイスもらったりもするし、また愛子さんとたくまさんみたいな全然普段絶対会わないかもしれないクリエイターさん同士がこう会って、うん、コミュニティとして仲間になるっていうところもね、自分で普段知らないことがいっぱい増えたりとか、うん、そういうところも良かったじゃないですか、ね、今年やっぱアメリカとかでやってみてちょっとコミュニティについて一つ思ったのが、なんかそのアメリカとかで結構そのシェアする文化がものすごいやっぱ大きいんで、クリエイターの総数が多いし、それだけみんな切磋琢磨してる感じがすごいなと思ったんですよ。で、結構なんかその秘伝のタレ的に多分自分もレジデンシー以前は結構隠したりするじゃないですけど、なんかそんなにシェアしないみたいなメンタルがあったんですけど、それをすることによって結構業態がなんか全体的にこうさ細っなっていくイメージしか分かんないんですよね。それがアメリカと、それこそアドミマックスとか言ったら分かるんですけど、異様に多いんですよ、人が。アメリカだけでこんなに人来てんのかみたいな、クリエイターってどんだけいいのこの国みたいな。もちろん人口もあるんですけど、なんかそういうの見ちゃうと、なんか本当に育てていかないと、自分たちは発信できる情報を出していかないと、なんかいよいよこう自分の中に閉じこもってて、なんか秘伝のタレみたいにあった結果、仕事もそんなにない、みんななんか私が何やってるか知らないみたいな状態にしかならないなっていう懸念も感じたので、そういうのもありますね、自分。うん、いや本当そうだよね。うん、うん、うん、そう、多分自分が誰かって知ってもらってると、困った時にまた声かけてもらったりとかもできるし、そういった意味でね、違うコミュニティに属してるっていうのも良かったりするし、うん、うん、そう、うん、あと私は、ね、すみません、どうぞ。あ、ごめんなさい。なんか、そう、なんか、目から鱗だった出来事があって、一つ。はい。なんかその、インスタグラムで、本当に完成品しか載せてなかったんですけど、その、なんかストーリーとかで、どっちの作品、どっちの絵がいいと思うとか、どっちの色がいいと思うとか、うん、あと、なんか、そういうことを聞いたりしてたんですよ、はい、フォロワーさんに。で、私のフォロワーさんって、イラストレーター人口がそんなに多いわけではないんですよ。ただ単純に見るのが好き線っていうか、見る線みたいな人が多いんですけど、そう、でもなんかね、本当に結構100人とか、そういうペースで、なんだろう、リプライしてくれるんですよ。こっちで行った方がいいとか。それなんか心強いですね。反応してくれる。心強くて、そう、うん。私それ今まで母だったんですよ、存在が。あ、お母さんに言って。うん、そう。母100人いろや。そう。
そうなんですよ。っていうのがすごい面白くて、うん、そうそう。だから私もなんかそうやってギブしてもらっちゃってる分、自分も何かお返ししなきゃってなんか思えて、そうそう。っていうのでなんか自分もちょっと社会貢献っていう意味で、なんかそう。ちょっと技術共有みたいなこととか、はいはいはい、だからは今年のメンターとかも全部、全部メンターとかまさにそうだよね。もうメンターの皆さんはなんでメンターをやってくださるのかって思うぐらい、やっぱもう時間もコストされる中で、そうですね。話してみます、うん、はい、トピックの中にもメンターっていうのがあったので、ちょっとそれ、はい、行きたいですね。はい、メンター、ね、あのそれぞれのね、うん、プレゼンテーションの中でもちょっと触れてましたけど、ね、ちょっと出してみます。うん、このスライド出ますかね。これは愛子さんの。愛子さんの先ほどから出ている。誰？デザインの神垣弘文さん。神垣さん。神垣さん。いい表情されてます、ね。楽しい人ですね。はい。本当楽しい人。見てるかな。見てるか。最近なんかマスクを作られてますよね。ね、そうですね。ひたすらこの後ろにある人形とか、そう、これも全部神垣さん作られてるんですよね。そう、うん、お洋服とかも作ってるんですよ、ヒロさんが、うんうん、人形のね、はいはいはい、ヒロさん自分の写真がこんな長い、この写真がこんな長いこと言ってるの、あとたくまくんが先ほど何度か言っていた憧れの真鍋さん、うん、かっこいいこれあれですよね、ヘッドホンもかっこいいですね。本当ですね。やっぱり。うん、思いますね。全部かっこいいですね。さすが。アートとインタラクションデザイン、やっぱプログラマー、DJ も。そうですね。DJ、VJ もやってますけどね。今、オンラインイベントとか、もうめちゃくちゃやってますからね。うん。早い。うん、でも、先ほど、たくまさんがおっしゃられてたように、こういった、まあ、お二人のような方々に、メンターになっていただいているっていう。すごいこのプログラムの価値でもあって、そのそれこそコミュニティを作るっていうことになるかなと思うんですけど、なんか拓磨さんはその真鍋さんと、まあ、メンタリング受ける中でなんかどんな会話をされてたんですか？自分は一番大きかったのはその、まあ、メディアアートとかそういうのを、まあ、今でいうメディアとかああいう真鍋さんがやられてきたようなことを専門に学んできたわけではなかったので、やっぱそもそもどういうことを考えなきゃいけないんだろうとか、はい、作品を作るってそもそも何なんだろうみたいなところから結構いろいろ話を聞かせていただいたんです、うんうん、真鍋さんがじゃあ自分はかなり初期のかなり初期っていうか2008年か2009年かなぐらいから追っかけてたんですけど、その頃に作られて、はい、アルスの賞とか取られた作品をどういう経緯で真鍋さんがそれ真鍋さんのそれ以前のこととか何も知らなかったんで、じゃあそれまで何をしていて、でなんかいろいろあってその作品を作るってなって、うん、なんか YouTube とかにアップロードしてすごいいろんな人のビュー数が増えてみたいな、なんかそういう経緯とかを聞かせていただいたりだとか、うん、あとはなんかその作品の作り方、自分も今後フェスとかいろんな今年も、レジネシー通じて作品作ったんですけども、なんかコンセプトの部分だったりとか物語の部分、人に伝えたい部分をどう構築していくのか、テクノロジー優先じゃなくてその問いかけとかそっち優先にするためにどういうふうに作品を考えていったらいいのかみたいなことを結構いろいろ教えていただきました。うん、結構じゃあもう作品を作る上でのなんていうか指針というか、うん、そうですね、指針もそうだし、そうですね、指針と、まあ、実際にも先人たちが歩んできた歩みみたいなインタビューをもちろん読んだりもするんですけど、うん、本人から聞くことほどリアルなこともないんで、うんうん、本当に贅沢な時間を、贅沢ですよ、聞きたかったなと思うぐらいですよ、うん、聞きたい、うん、なるほど、ちょっとそろそろ、ね、時間も迫ってきているので、うん、ツイッターなどでいただいている質問もいきましょうか、はい、拾いながらお聞きできればと思うんですけれど、ちょっとこの最新に上がってる若いクリエイターからメンターになってくださいとお願いされたらどうしますか？今度はね、うん、メンターしてもらって次、早子さんどうですか？ぜひやらせていただきたいです。私でよければ。ぜひじゃあ、ね、ツイッターとかソーシャルフォローしていただいて。うん、そうですね。これはなんか、例えば、この放送が終わった後に、例えばお二人に、ちょっとこう、まあ、
メッセージを送ったり、うん、なんていうことも大丈夫なんですかね。あ、それは全然、なんなら日本の人たち全然メッセージくれないんですけど、うん、海外の人らめちゃくちゃメッセージ送ってきますよね。面白いですね。インスタグラム毎日のように誰かと喋ってます。結構こう返していくんですか、全てに対して。返します。俺はそんなフォロワー多くないから返します。私も、そんな多くないんで返しますよ。今のうちしか返してもらえないかもしれない。そう、あっという間にね、あっという間に。あれですよ、インドで例えば、した後とかは、インドの若い子、多分2、3人ぐらいから Facebook とかでメッセージ来て、ちょっと一回喋らないかって、1時間ぐらい喋りましたよ。3人ぐらい。すごいね。レビューして面白い。そういうことをしましたよ。パクパク母校に行って、ね、はい、報酬というか、授業しまし て、うん、その後も学生がバーッと来て、いろいろ話を聞いたりとかしてたんで、そういうのはじゃあもう遠慮せずに丁寧に教えてくれると思いますよ。知り合いのことだったんですね。なるほど、ありがとうございます。もう一つ、僕が気になったところで、いただいてた質問なんですけど、このお二人に質問で、この1年間で、最大の気づきは何でしょうかっていうところなんですけど、なんか気づきもしくは自分の中での変化みたいなこと、大きい変化があればちょっとお聞きしたいなと。最大愛子さんは答えられますよ、そうですね、なんかたくさんあってどれ言おうかなって悩んじゃうんですけど、どうしようかな、何を言おうかなとか、あえて一つ、あえて一つだと、なんかね、これはもう一人のイラストレーターのクリエイティブレジデントのオクタビアから学んだことなんですけど、はい、彼女はジョイフルエブリデイって言って、ちょっとじゃあオクタビアのインスタグラム出してみましょうか、彼女。はい、はい、この方ですね、はい、はい、そう、なんか彼女は結構等身大な気持ちでその時に自分が思ったこととか、あとみんながポジティブになれるようなメッセージの発信とか、そのただ単に何だろう、自分の絵自体を よくするっていうことだけじゃなくて、人に向けてなんかそう、なんかどういうふうなメッセージを発していきたいかっていうところも彼女って多分考えて制作に当たってたと思うんですよ。で、私は割と結構その何だろう、そのメッセージ性の部分って今まで考えて、でなかったなと思ったんですよ。まあ潜在的にはあるかもしれないんだけど、まだ気づけてない部分があって、でそこをちょっとこれからは意識化していきたいなって思ってるんですね。で、そのメッセージ性が強まることで、きっと作品自体ももっとパワフルなものになるって思ってるし、なんか共感してもらえるんじゃないかなって気がしてるので、そこは自分のこれからのストレングスというか課題として、はい、学んだことです。愛子さんのその、まあ、メッセージみたいなのって、今言葉に表すとしたらどういうメッセージになりますか。これ本当なんかエンパワーしかないですね、私。4つのキーワードの1つですね。そう、はい、自分で頑張ってる、ところを見せて、みんなもなんかちょっとチアフルじゃないですけど、はい、っていう感じ、なるほど、作品を通じて、エンパワーしていくっていうことですよね、はい、そうですね、なるほど、ありがとうございます。たくまさん、気づき、この1年の気づきっていうとどんなことがありますか。今結構考えてみたんですけど、自分の場合なんかその結構やっぱ狭い、本当に狭い世界で生きてたし、狭い世界のことしか知らなかったんだなっていうのが一番、まあそれに対して気づいたことがいろいろあった結果、本当に狭かったんだなっていうふうに思ったって話なんですけど、なんか日本でやってて自分よりできるやつはいくらでもいるし、なんかこう、
自信を持って作品なんか作れねえやみたいな微妙なメンタルでいたのも、なんか外出てみると別にそもそもそっちのことの誰も知らないし、なんかこう、なんか広い海に出た瞬間にそのヒエラルキーだったりとか自分がこうこの中お山の大将を見てたみたいな、でも実はまだまだ山広がってたし、うん、もっと上いたしみたいなのも含めていろいろ見えてきたりとかして、うん、まあ、狭い世界しか見えてなかったんだなって思ったりとか、まあ、その中でやっぱ日本は島国だからっていうのもあると思うんですけど、島国だからこそすげえ面白いものを作ってる人がやっぱ圧倒的にいるんだなっていうことも他との比較で見つけたりだとか、うん、なんか本当にそういう、まあ、あるいはその SNS とかもそうですけど、 SNS とか通じてソフトの世界と本当に今簡単にアクセスできるんだな、自分がやってなかっただけなんだなっていうことに気づいたりとか、うん、まあ、そういうのが気づきとして一番大きかったですね。本当に目が覚めた、うんうんうん、目が覚めた、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、そろそろ時間が、ね、まあ、本当にトピックも全部いけてなかったし、ね、質問もいっぱいあるんですけど、まだまだ聞きたいところがあるんですね。まあね、質問ある部分はいろいろ直接、まあ、愛子さん、たくまさんね、フォローしてもらって、はい、うん、あのメッセージ飛ばして答えてもらったりしたいなと思うんですけれども、はい、そしたらそうですね、抽選いきましょうか。抽選会、ね、はい、今日質問いただいていた、はい、中から、うん、じゃあ愛子さんも高間くんもいる中で、はい、抽選会というのをそうです、ね、開催していきましょうか、はい、じゃあ何がもらえるんでしたっけ。もう一回プレゼントちょっと出していただけますかね、うん、はい、はい、今回はクリエイティブレジデンシースペシャルとして、クリエイティブレジデントの T シャツと Adobe Max での配られたフーディー両方とも限定のものです、非売品なんですけども、うん、こちらをプレゼントしたいと思います。両方とも愛子さんのイラストのものなんですよね。はい、はい、よいしょ。じゃあこちらをいつものツイートロットで、はい、じゃあ中尾さんのちょっと画面出していただけますか。そうですね、今日もたくさんのツイートいただいております。ちょっと読み込んできますね。ドキドキはい、来ました。では、じゃあ最初は T シャツのプレゼントからいきましょうかね、うん、T シャツからいきましょうか、はい、でたくまさんにじゃあスタートとストップの声掛けをしてもらいましょうか。スタート。ストップ。俺か。お、来ました。浅香さん。はい、ご存知の方ですか。浅香さん。大丈夫ですか。はい。はい。浅香さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ次は、はい、愛子さんにじゃあフーディーの、ね、続けていきましょう。はい。じゃあ愛子さん、スタートストップお願いします。はい、じゃあスタート。まさかさん抽選どう？簡単に止まらないんですよ。あ、はい、すごくいっぱいたくさんコメントいただいてた。いっぱいコメントいただいてましたね。はい、ちょっと長いですけど、SDGs ジャパン、SDGs、Is Everyone 考えるより行動する3、はい、ですね。おめでとうございます。すごくたくさんいただいてました。おめでとうございます。おめでとうございます。イエイ。あの、はい、友達です、多分、うん、あ、本当ですか。お友達多分、あ、お友達多分、はい、はいはいはい、ですね、先ほどの浅香さんと SDG ジャパンさんは、はい、こちらのクリエイティブクラウド道場のアカウント、はい、ツイッターのアカウントをフォローしていただいたら、うん、こちらからフォローさせていただきますので、そしたらダイレクトメッセージで、送付先の方をお知らせいただければと思います。はいはい、お願いします。さあ、じゃあ最後に告知、はいはい、告知しましょうか。ニュースがあるということで、はい、うん、はい、じゃあちょっとこれを、はい、クリエイティブレジデンシー、この2人は、まあ、今日で卒業なんですけども、はいはい、2020年から21年の新しいレジデントが、はいはい、昨日からスタートしたんですよ。お、そうなんですね。ちょっとオーバーラップしてるんですけど、昨日はあの全員でのその、うん、クロージングプレゼンテーションがあって、はい、まあ、新しいレジデントもそれを聞いて、はい、まあ、新旧交代というバトンタッチみたいな形で、そうか、じゃあ拓磨君も愛子さんもあったんですね。バーチャルでですね。あ、バーチャルで、はい、もちろんなんですけども、オンライン越しね、はい、うんうん、UI UX デザイナーのマディとフォトグラファーのクリスティーナ、うん、この2人が、今回のレジデントとして、はい、
活躍していくわけなんですけども、なんかあれ9人いたよね。そうです、去年は9人でしたね。今年は2人なんですけども、はいはい、この状況いろいろあって、はい、結構変わってきたんですよ、うん、っていうのがですね、はい、新しく、こういう状況を踏まえて、はいはいはい、Adobe Creative Residency はそのまま続くんですけれども、はいはいはい、ちょっと人数を絞ってその分ですね、うん、新しくコミュニティファンドというのを立ち上げました。でこれは今のこの厳しい状況っていうのも鑑みて、はい、クリエイターさんに、グローバルで支援していこうという新しい試みなんですけども、なるほど、1億円のファンドスタートさせます。1億円、はい、1億円、はい、1億円欲しい。欲しいですね。で、まあ、いろんなクリエイターさんにこの、プログラムというかファンドを使っていただきたいなと思ってるんですけども、うん、2通りあって、まあ、1個は、うん、はい、個人プロジェクトとして活動するところの助成金を支援していく、まあ、クリエイティブレジデンシーのコンパクトバージョンというか、うん、そうですよね。もう少し小さい、これは従来のね、はい、それぞれのプロジェクトに、というか、まあ、年間通じてという話ですけども、はい、これを案件ごとにって感じになるわけですかね。だからより多くの、クリエイターに対してファンドしていく、まあ、レジデンシーみたいなことをしていけるっていうのと、うん、もう一つはですね、Adobe のプロジェクトコミッション、 Adobe が、まあ、委託業務というかこの仕事をやってくれる人はいませんかと、はい、結構スキルベースで、例えばビデオ作れますとか写真撮れますとかイラスト描けますっていう人たちが、まあ、応募してもらって、はい、その、スキルと Adobe がこういうものを作ってほしいんだっていうニーズをマッチングさせる、でその人たちにお仕事としてお願いするんですけど、そのフィーをまあ払うというところで、はい、Adobe が結構仕事をいっぱい作りますと。これ Adobe、Adobe さん発注案件ってことですか。はい、Adobe発注案件です。はいはい、なので皆さんが、作ってくださったものは、まあ、Adobe のキャンペーンとかいろいろもの、はい、もので世に出ていったりとかっていうふうなことがあるので、はい、まあ、よりクリエイターさんとしていろんな人に見てもらえるチャンスもあるかなというところだと思うんです。僕は CC 道場の手ぬぐい作りたかったら、そうですね、発注できるかもしれない。お願いしたらそのデザイン作ってほしい。なるほどなるほど。で、ですね、さっきの2つのプロジェクトなんですけども、はい、1プロジェクトあたり5万円から最大50万円までの幅で、うんうん、まあ、ちょっと条件だと審査はあるんですけども、うんうんうん、その審査をでお願いされた人の6回ぐらい面接するんですか。いや、それはそんなにないです。何ができるかとか、あとそのポートフォリオだったりとか、うん、ビハンスとかっていうのを、まあ、リンク先を上げてもらって、まあ、この人の作品とかそういうのを見て、あ、この人に頼みたいとかお願いできそうだっていうところを、はい、まあ、見ていく部分が多いですね。なるほどなるほど。でプラス、うん、お金だけじゃなくて1年間のクリエイティブクラウドのライセンスもこれは嬉しい渡すというところですね。はいはいはい、で気になる応募、はい、申請条件なんですけども、うん、ちょっとこのスライド出せますかね。はい、18歳以上、18歳以上、はい、結構敷居が下がりました。学生も多分 OK ですね。あ、そっかそっかそっか、はいはいはい、今までは、社会人にしかこのクリエイティブレジデンシーできなかったんですけれども、でもね、今ね、学生でもね、結構ね、いろいろ作れる人多いですからね、されてる人多いですから、はいはい、で次、英語でコミュニケーションできること、うん、これね、っていうのは多分ハードル高いんですよね。グローバルでは、はい、そうなんですけども、はい、ただし日本の申請では、うん、まあ、グローバルで英語できる人はね、グローバルに申請してもらえばいいんですけども、うん、ちょっと日本語しかできないなっていう人は、うん、それでも大丈夫です。日本語の申請もこれからやりますので、日本語のコミュニケーションだけ、まあ、準備します。あ、はい、それは川西さんが、はい、ちょっと時間はいただきますが、うん、日本人の方でもこれ、申請できるので、はい、そこはちょっと問題ないので、問題ない、敷居が下がったかなと。それもうすぐですか。それはそれはですね、はい、昨日、グローバルでローンチしたんで、はい、日本はちょっとそのローカライズ、日本語化したりとか、はい、ちょっと精度いろいろ整えないといけないので、はいはいはい、うん、5月の中旬、上旬から中旬ぐらい、ちょっと頑張ります。だから5月中にはね、はいはいはい、やっていこうかなと思ってます。日本の窓口も用意しますよ、はい、ということですね、はい、で、経験、お仕事の経験はそこまでは問いませんが、うん、まあ、キャリアの支援っていうものもあるので、はい、まあ、卒業して2年目とか、はい、社会人の3年目程度、まあ、結構、うん、アリーステージの方たちに積極的に、ね、クリエイターとして働き出したぜとかやり出したぜ 2,3、うん、年みたいな感じのイメージですね。はい、ぜひ厳密にこう2年3年って決まってるわけではないですね。厳密ではないんですけども、うん、そういう人たちをターゲットとしてる、はい、
まあ、クリエイティブレジデンシー自体がそういうプログラムなので、はい、そういう人たちにできれば活用していただきたいと。20年ね、うん、イラストレーター使ってらっしゃるベテランの方ではないよということですね、まあ、ただもう本当に、ね、こういう状況なので、はい、お仕事結構少なくなってきて大変だっていう人たちには全然コミッションのところでやっていただければ、うん、まずはご相談いただくというか、はい、まずは、ね、その申し込んでいただければなと思います、はいはいはい、で、まあ、クリエイティブの制作が可能であることが必須です。ここはたくまくん何たくまくん何我々も応募できるんですかクリエイティブレジデンシーは別の形でまたお手伝いしてもらうと思うんです。これはうん、クリエイティブレジデンシーコミュニティファンドなので、はい、オフラインでオフラインで、はい、で、クリエイティブの領域はもうビデオ写真、グラフィック、イラストレーション、3D 領域、ね、はいはい、モーション、グラフィック、うん、プロダクトとかインターフェースデザインとか、これ書いてますけど基本的に全方位ってことですね、はいはい、全方位です、うん、で、まあ、その作ったものはAdobe としてこう出していくのでシェアできるってことは、まあ、同意書とかもらうので、うん、そこら辺は、はい、ちょっと通常の案件とは違うかもしれませんね、はい、で、まあ、詳しくはですね、ブログを書いたでしょうね、はいはいはい、昨日、翻訳して出したブログがあります。でここに、はい、書いてあるので、うん、見ていただければと思います。で、はい、ここのこちらグローバルの申請フォームところはもうオープンしているので、うん、こちらから、はい、うん、英語では申請いただけます。アメリカに飛んできます、はいはい、ただ、日本語の申請フォーム今作ってる最中だったりするので、うん、はい、こちらの事前通知登録フォーム、ここ先埋めていただいたら、うん、準備できたらこの人は優先的にすぐお知らせいたしますよっていう。じゃあもう申し込み始まってるも同然ですね。そうですね、はいはい、うん、なので、まあ、自分のポートフォリオだったりとか、うん、そういうのを準備する時間に、はい、ゴールデンウィークとか使ってもらったりして、そうですね、はい、で通知のところできたらまたお知らせするので、うん、ぜひこのプログラム活用していただければなと思います。はい、はい、これね、こういう環境下のね、クリエイター支援策の一つということで、はいはい、ぜひですね皆さんこれ、まあ、ご活用くださいというとちょっと違うかもしれないですけど、うん、ちょっと申し込んでいただく分にはただですからね、うん、そうですね、はいはい、ぜひ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 、はい、であとはあ、そうですね、はい、CC 道場の、今後の予定もお知らせしておきましょう、はいはい、今日はクリエイティブレジデンシースペシャルということでございましたけども、はい、来週はですね、ゴールデンウィークということでちょっとお休みいただくんですが、はい、次回5月14日の木曜夜8時ですね、うん、第303回、タイトルはまだちょっと未定ですけども、 Adobe Dimension を特集してまいります。最近アップデートもされて、そう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 、愛子さんもさっき使ってるって言ってましたね。ちょっとびっくりしちゃったんですけどね、うん、いきなり 3D テキストが、ね、3D テキストが読み込めるとかじゃなくて中で生成できちゃうんですよ。新しく打ったらもうそれが文字がすぐ 3D になっちゃう。でちゃんと Adobe フォンツ当たりますしね、うん、まあエアロンの、ね、コンテンツ作るのにもいいですし、ちょっともうなんか3D のモデルデータは別途用意してくださいっていうツールから、うん、なんか本当に作れるツールになってきてます。簡単に 3D って身近になってくる感じです、うん、はい、これを、はい、担当の岩本がですね、どうやって出るんですかね、どこから、まあ、これまでライブフロムザソファーって、ね、あ、じゃあ中尾さんのお家から、はい、ね、中尾家からですね送りたいんですが、岩本さん来られても困るので、そうですね、ちょっと密になっちゃいます、ね、工夫が必要ですね。今相談中です、はいはい、私頑張って、はい、今までフォトショーで作ってました。あ、まあでも、ね、その方法が、これまでは、スタンダードというか、まあ、Adobe の推奨だったんですけどね、それはディメンションでもできるようになってきたので、うん、軽いですよ、すごく、へえー、うん、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあそしたらあれですよね、はい、うん、もう今日で卒業っていうことなの で、ね、そうか、卒業ですよ、お二方卒業です。ちょっとお二人に一言ずつちょっといただいてから、はい、締めたいなと、そっか、終わりたいなと思ってます、はい、どっちからいくんですか。どっちからいきましょうか一言か、それは お父さん決めてください、ね、1年間面倒見たカジさん、じゃあタクマくん言ってみる。まあそうですよね、そうなるでしょうね。うん、一言か、一言か、なんだろうな。長い分にはね、ソーシャルでまたいっぱい。ね、新しいクリエイターさんたちに対するメッセージでもいいですし、うん、ね、うん、はい。いやでもなんか本当に今年1年
まあ、特にグローバルもそうですし、まあ、Adobe Japan さんとも自分は関わるのがめちゃくちゃ多かったわけではないので、それを通じて学んだことって本当にいろいろありました。なんかまあ先ほど言った世界の話も、世界が狭かったんだなって話もそうですし、単純に日本だけで見てもなんかいろいろ知らないことだったりとか、学ばせてもらったこととか得られた機会とかめちゃくちゃあったんで、なんか自分は今後はそういうのをね、なんか今日見てくださった人だったりとか、なんかフォローしてくださってる人にどんどん情報発信していきたいなっていうふうには思っていて、なんかミーティングもじゃあ3回のミーティングだけでどうやってもの作るんだみたいな話とか、まあ今日語りきれなかったこともいっぱいあったし、ですね。まあ今どこでこれ違うので、これ道場に対するメッセージやな。閉まらねえぞ。いや、レジデンシーデートでも本当になんか自分はできなかったことだったりとか、他の人と比較してもなんか物足りないなみたいなところが本当にいっぱいあったんで、まあ、これからも制作活動は続けていきますし、まあ、それを見守っていただけたらいいなっていうふうに思ってますし、まあ、リョートさんも今後ともお世話になることがあるかと思うんで、ここにいる皆さん1年間ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ愛子さん。はい、私も本当何言おうかなってまとまらないんですけど、でも本当に何だろう、イラストレーターってその趣味とプロの境界線ってないんですよね。だからそのどこで自分がプロになったかっていうのってすごい、まあ7年やってきた中で、まあ7年プロとしてはやってますが、その前まで、まあ、ずっとね、学生の頃からイラストとかは描いてたんですけど、でも、やっぱり、なんだろう、イラストレーターとかって特に、なんだろうな、もう言ったもの勝ちというか、自分でイラストレーターと名乗れば慣れちゃうような職業だとも思ってて、だから自分の中で、その、自分、なんだろう、プロのイラストレーターとしてやってるっていう意識が、結構レジデントになる前までは測れなかった部分で、それがなんだろう、ちょっと自信のなさとかにもつながっちゃったりして、自分の作品を自分で愛せなかったんですよ今まで。だからなんだろう、レジデンシーを通じてなんだろう、なんか本当にアドビというもうクリエイティブを世界一のクリエイティブ企業からレジデントとしてなんかお墨付きをもらえたような感覚があって、まずそのレジデントとして選んでくれたことに本当に感謝していますし、なんか自分が今まで一人じゃなし得なかったこと、その Adobe Max のことだったり、情報シェア、技術シェアの、することによって自分の視界が開けたりとか、あとその、たくまさんともね、出会えたりとか、そういうなんだろう、他のレジデントもそうですけど、その自分のクリエイター仲間も広がったことがすごく何でしょう、財産だと思ってます。なので本当に、なんか365日こんなになんか充実した1年をくれたっていうのは本当に福大子史上初めてですので、本当に素晴らしい経験をさせてもらえてありがとうございました。愛子さん、たくまさん、お疲れ様でございました。おめでとうございます。いや本当に最初見た頃とはかなり違って、2人とも表情変わってきてると思うんですよね。ちょっと改めてまたね、高橋さんに書いてもらった最初の記事とかを見たいですよ、読み返したい。今道場 のタグのところにお二人の1年前の記事上げておきましたので、うん、皆さんぜひ読み返してみてください。太田さんはよくこんな言うこと聞かない二人の面倒見たと思いますよ、本当に。3人で結構ワンチームみたいな感じで手探りのところを一緒にやってくれたので、すごい本当に感謝しています。はい、本当にこれが終わりじゃないんでね。そうそうそう、終わりみたいな。道場は終わらなきゃいけないですけどね、もうそろそろ時間。いやいや、だから CC 道場もまた来てくださいよ。そうですね。ね、いつでもお待ちしておりますし、またちょっとねこの状況が明けたらね、やっぱりライブで、本当に生で登場してほしいなと思いますので、いつでも帰ってきてください。ね、
これからもだからクリエイティビティをみんなにシェアしていって、はい、エヴァンジャリストとして、はい、クリエイティブのエヴァンジャリストとしてコミュニティを活性化していただければと思いますので、はいはい、これからも、ね、皆さんもあの2人の活躍を見守っていただければと思いますし、はいはい、ということで、はい、関係者一同みんな泣きそうなので FC 道場をこれにて終わりたいと思います。はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。はい。